改めでござる。新選組局長近藤勇。同じく副長助勤沖田総司。副長助勤長倉新八。副長助勤東堂平助。手向かいたすにおいては容赦なく切り捨てる。一度刀を引け。京都守護職新選組だ。いやは切る。後ろだ沖田。はい。すいません長倉さん。よそ見するね沖田君。はい。土方副長はまだか。はい。四国より間もなく挟んじるかと。早く来てくれ副長。長倉さん来ました。副長か。いいえ敵です。迎え撃て。よー京都守護職新選組大佐です土方歳三なるぞ。土方さん。ああ私が来たからにもう大丈夫だ。またしたら沖田。長倉。長倉君。はい。近藤さんは。はい。2階にて孤軍奮闘されております。そうか無事か。はい。すみませんちょっと早かったですか。土方さん、はい、平助が眉間に傷を受けて重傷です。そうか無事か。いや。ああ違った。連れ出してくれ。うん。ああ長島君。長友君。長倉だ。長倉君頼む。わかりました。そんで危ない来たぞ。何危ない来たぞ。危ない来たぞ。土方さん危ない。危ない。右けさよける、左突きをやっとかわすが左はこちら。返し刀を払うか尻餅をつく。尻餅弱くねえこいつ。絶体絶命の土方そこへ沖田の三段突きが決まる。どけー取れロシ。なんだよずるいなお前ばっかり。余計なこと言わない。すまんな総司。いいえ土方さん。沖田君どうした。沖田君。血を吐く沖田そこへ駆け寄る長倉土方。どうした総司。はいカット。照明さん下手の光ちょっと強すぎるな。抑えめでお願いします。かぶってる。あと近藤と東堂は履けるでしょ。意識しなくて。あれ階段登らせちゃいないかな。大道具さん確認お願いします。でも意味のあるかぶ。あと近藤さん役の人。意味のあるかぶ。近藤さん役の人。呼ばれてますよ。でかいな。いや君なんか全体的にでかいな。はい。いやあんまりでかいとさ大雑把な感じになっちゃうんだよな。明日までにちっちゃくなれますか。絶対無理。はいはい、ねせめてねあの肩幅だけでもキュッとして。はいお願いします。どうやってレーザータイに行けばいい。あとメイクさんもっと汗とかかかしちゃって服とかも乱しちゃいましょう。まあ今日はスタンドインだからいいんですけれども明日の本番お願いします。じゃあ下降ります。なあこんな感じでよかったかな。まあいいんじゃない。しかし難しいのなドラマってのは。うん、あ難しいっすよねドラマ。お疲れさん。なんだあの人。ちょっとあんた暗いよ。やめろ。明るくした方がいいっすよ。しげダメだって。しかしかっこいいね新選組。これちょっと着させてこれ。はしゃぐなって。おいやめろよ。ちゃんと弁当食べてよ。弁当弁当ね弁当食べてよ。ねすけさんね弁当食べて弁当ね。今日はねすけさんの好きなあれだからね。すけさん弁当グルメなもんだからね。すけさんはいはいはい。お疲れ様です。はい、お疲れ様。お疲れ様です。かっこいいですね新選組。佐藤です。佐藤茂文30歳ちょうど独身サソリ座の B 型で普段はしがないフリーターなんですけど、うん、今日はあの友達の伊野くんのバイトの誘いでやってきました。お疲れさん。たえちゃん。たえちゃんはどこか。はいはいはい、はい、なんかすいません。何。いや全然いいんだよ。佐藤くんだっけ。はい。いやなんか悪いね逆にね。おい君ね、うん、よかったよ。え、いやスタンドインなんかで申し訳ないな。しかも君だけほらジャージでね。ああ先生あの今度ね、はい、エキストラでも来てもらうから、うん、はい。あそんでねあのあっちにねお弁当があるから君あのお弁当食べちゃって。はい、うん、食べちゃったらね君ねあの帰っちゃって。うん、じゃあ俺取ってくるわ。うん、はいはい。お疲れさんと次は神田君。あの、はいはい、他にもいろいろとすいませんでした。何言ってんの全然いいんだよ。いいかい君、スタンドインなんだから全然上手にできなくていいのよね。うん、はいはい。照明さん次いける。沖田総司の吐血のシーン。はい。あ、オッケー。あ、伊能ちゃんいける。はいはい。じゃあ行っちゃいましょう。シーン128沖田の吐血よーい
はい、うはい、オッケー、120点、素晴らしい。はい、じゃあね、次の準備して、そしたらね、飯休憩入れますからね、飯休憩。監督、はいはい、もう一回やらせてもらえませんか。何言ってんの。今のうまくできなかったものですから。いや、困るな、伊能ちゃん。いいかい、君スタンドインなんだから、はい、本番は明日。今日はね、カメラと照明のリハーサルだから、はい、明日役者さんが来てちゃんとやるから、はい、君は上手にできなくていいのよ。はいはいはい、なんだ、はい、大丈夫だね。はいはい、じゃあ飯休憩入れちゃいましょうね。みんなね、弁当食べてよ、弁当、弁当食べて。あのね、あの今日のね、弁当はね、あれですよ。疲れ様でした。いや、お疲れ様です。お疲れ様です。お弁当いただきます。あー、いや、すっげーな、これが撮影の現場か。しかし、まさかの大銀河ドラマに俺が参加できるなんてな。参加っつっても出演できるわけじゃないから。え、出ないの。え、俺出てもいいよ。いや、出たくても出れないの、スタンドインなんだから。は、なんだよ、伊能なんて演技うまいんだから出してくれたっていいのにな。そういうわけにはいかないんだよ。しかし、かっこいいね、新選組。新選組副長、土方歳三だ。うん、みんな大義であった。これで我が新選組の名も上がるぞ。かっこいいな、これ。かっこいいんだ、実際。そんで、戦いで負傷した者は中に入れ。玉石田より仕入れた妙薬がある。え、何このセリフ。妙薬って何。ああ、土方はね、新選組の前は石田三薬っていう薬の行商やってたんだよ。はあ、詳しいね、さすが新選組マニア。ああ、妙薬っていうのは薬草をいぶったもので、内身や腰痛によく効いたみたい。はあ、他にもいろんな薬を持っていたっていう説もあるんだけど、実際記録に残るのはそれだけ。他には何かないの、新選組ネタ他。うん、あ、沖田総司っていうと美少年っていうイメージがない。ああ、ある。それはね、作られたイメージ。今やどのような映画やドラマでもイケメンが演じるだろ、漫画でも。うん、でも本当はすんごいブサイクだったかもしれないって言われてる。ブサイク。実はね、沖田は写真も絵も残ってないんだよ。どんな感じのブサイクだったのかな。なんか魚みたいな顔っていう説がある。魚。うん、え、ヒラメみたいな、目と目の間が離れてて。それすげえな。まあまあ、でも実際のところは分かんないんだけどね。ああ、そっか、写真ないから。そう。あと、こんな話もあるよ。これがすごいのよ。あの、この人が、ああ、ごめん、いいの。俺、先に上がるわ。おう。今日さ、彼女と待ち合わせしてんの忘れてた。うん。ああ、誘ってくれてありがとうな。うん。じゃあな。同じく副長助教、沖田総司、逃げるやつは切る。マジか。やつを切る。ん？イエスよなぜです、土方さん。なぜ、援軍を。はあ、皆さんが静かになるまで30分かかりました。先生、待った。はい、ということでね、今日もバシッと勉強してまいりましょう。まずは教科書の120ページ。新選組を語る上で一番最初に言っておかなければいけないのは、1853年、今から170年くらい前の出来事。何があったかというと、鎖国中の日本に突如黒船ペリーが来航した。はい、ペリーです。日本の皆さん、開国してください。私の好きな日本のことわざは、家宝は寝て待てです。開国までここで寝させてもらいましょうか。彼のこのアメリカンジョークに、今までのんきに構えていた江戸幕府の連中は非常に、非常につまらない。引っ込むであります。面白い。めっちゃ気に入りました。彼は大老井伊直弼。おお、ありがとうございます。では、お近づきの印に条約を結んでください。オーケーオーケー、マイマザーイズジャネット・ジャクソン。事実上、彼のこの独断で250年も続いた日本の鎖国は解かれてしまう。しかし、周りは黙ってはいなかった。な、何、何を申されますか。いいし、にちゃんに書き込むぞ。偉人でも入れ、国に入れるわけにはいきませんよ、マルス。うるせんだよ、お前たち。お前たちは切腹だ。え、おー、ジャパニーズ腹切りね。秋葉行こうぜ、秋葉。こうしていいわ。
反対する者をたくさん殺していきました。はい、これが世に言うアテストに出ます。安政の大獄、毎日たくさんの人が死刑になっていったんだな。すいません、今日死刑で Go to Heaven になるもんなんですけど。何、今日はもういっぱいだ、明日にせよ明日に。え、まだ俺このようにステイしていいのかい、バイブスぶち上げと、このように死刑に順番待ちができるほどだったんだな。しかしそんな中、独裁者に制裁が下った。あ、こんにちは、有村次左衛門です。井伊直弼天誅だ。いやー、痛い、切られちゃった。はい、これが世に言うテストに出ます。桜田門外の変。こんな時代背景で若者たちに思いが走る。特に長州藩、今の山口県あたりの倒幕思想は凄まじかった。これ以上幕府に政治は任せておけないで、その幕府政治に新たに揃えば天皇に政治を任せるほかなき。そう、偉人どもを追い出し、我ら長州藩士が国を作りつかまつる候。あいつは候、このバカチンが、こういった考え方を尊皇攘夷と言います。天皇を敬い、外国人を追い出そうとする考え方だな。この考え方は日本全国に広まっていきます。さて、窮地に立たされた幕府、そんな幕府を守っていたのが新選組でした。日本を良くしたい、そんな思いが絡み合い、ぶつかり合った幕末時代。いがみ合い、刀を手にして人が人を切り合う時代。しかし彼らの思いは一つ、この国を、自分がいる国を愛している。しかし見ている方向にそれぞれ多少のズレが生じ、彼らは人を切る。今は無理でも、何年後、何十年後、何百年後、全ての国民が同じ方向を向くために彼らは人を切る。彼らが望んだ日本に現在はなっているのか。2019ルーザー、失い続けてしまうアルバム。物語は幕末から170年後の現代から始まります。同じく副長助勤沖田総司、逃げるやつは切る。違うかな。あ、いないおい、すげえんだよ、聞いてくれよ。どうした、何がすげえんだよ。行ってきたの、新選組。お前何言ってんの。幕末に行ってきたの。いや、寝ぼけてんの、何言ってるか分かってる。だから新選組だよ、新選組、うん、近藤、土方、沖田、あと芹沢局長。局長は近藤、芹沢は新選組が始まってすぐに殺されたの。いや、もうとんでもない人でね、宿に火をつけたり、大砲をぶっ放したり、もう評判悪かったんだよね。俺は山並圭介。いや、お前は佐藤茂文。だから何言ってんだよ。お前こそ何言ってんの。だから大体ね、新選組には厳しい規律があって、俺らみたいなだらしないやつはすぐにピシャッて切られちゃうんだよ。だから聞けって。昨日あの後な、彼女と別れて江南星の公園歩いてたんだよ、そしたらさ、なんか怪しげな汚らしい男がさ、白き薬は10の時を遡り、黒き薬は10の時を超える。今宵歌方の夢にてお戯れください。なんだあいつ。白き薬は10の時を遡る。一つ罪のめば10年、二つ罪のめば20年、歌方の夢にございます。なんだお前、気持ち悪いんだよ。いらないよそんなもん。ないらないよな、修行。ああ、もらった。もらうんかい。一つ罪のめば10年、二つ罪のめば20年。飲むかそんなもんな、修行。17つ罪飲んだ。17つ罪。17つ罪。100と70年。今宵人よの歌方の夢にてお戯れください。え、ちょ、お前何飲まされてんの。え、何なのそれ、ダウン系、アッパー系、 LSD とか。いや、ちょ、かぐなって。え、ちょ、下手したら警察に捕まっちゃうからね。何なのこれ、幻覚ものか。幻覚、そうだな、歌方の夢だ。歌方。170年前、幕末時代の歌方の夢。しげ、行ってきたんだよ、幕末時代。
ああ、文久三年京都、作詞清川八郎によって集められた俳句でテストに出ます。234人の浪士たちは将軍後見職に就任した一橋慶喜の上洛警護のために江戸に向かう。歴史の本というのはこう難しく書くからよくわからない。つまり東京から京都まで行く将軍慶喜を護衛するのに234人の警備が集められたってこと。この団体の名前が浪士組、その代表が清川八郎っておっさん。ところがこのおっさんいきなり心変わり、途中から幕府を倒すんだと180度違うことを言い出した。これに怒って反抗したのが13名。彼らは江戸には行かず京都に残留。京都守護職会津藩9代藩主松平かたもりのお預かり浪士となる。彼らに朝廷から与えられた名前は新しく選ばれた組と書いて新選組。八坂神社から華やかな祇園の町を通り抜け、四条通りをまっすぐ西へ、しばらく歩いた南側が新選組屯所。三部寺、ここだ。ここであの新選組の大使たちが近藤勇、沖田総司、そして憧れの土方歳三。あーやべえ、興奮してきた。ああ、しょ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 、やめて、ちょっと落ち着け落ち着け。規律に厳しいところって言ってたもんな。よし、頼もう。さようであるならば二つやるな。さようであるならば無。自分であげてどうすんの。ああそうか、ゆるい、ゆるすぎるぞ。ああ暇だ、とにかく暇だ。おい掃除、どっか行ってよ、パーッと遊ぼうぜ。な、どこにですか掃除。起きた掃除、あれ本物魚ではない。セーフ。てか魚っていうよりハリーポッターに似てね。飛ぶ飛ぶ、飛ぶ、この時代からあったの。いやでもなんで魚だったんだろう。あれだな、昔魚顔した役者がやってたんだな、沖田総司を。多分な、それでそんな噂が上がったんだ。遊郭でも行ってよ、パーッと遊ぼうかな。何言ってんすか土方さん、そんなお金はないんですよ。土方、あんなゆるいのが土方だって。相変わらずしけてんなお前は。ああ暇だ暇だ暇だ。近藤さん、この暇な毎日なんとかしてくれよ。近藤か、局長の近藤は口の中に原骨が入るくらいでかい口だったって話だけど。おちょぼ口。え、あ無理っすな無理っすな、おえってなってるし。よしおめえら、今日も暇だったらよ、ほれこれ一本ずつ引け。やったー。なになになに、せーの、殿様だ。あれだ、いや王様ゲーム、私だ。イエーイ。文久三年にあるはずないだろ王様ゲーム。よし、じゃあ1番と2番が折半。1番誰だ。何の上だよ。ドキドキすんな。おい、これマジでやりますか。よしよしよし、2番誰だ。近藤さんじゃない。そりゃそう、そりゃそうだよ。え、どこに、どこに。それはもちろん、あ、唇でしょうが。せっぷん、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 せっぷん。何これ、何この新選組。見てもいい。あら、三男さん。お、三男、お前どうした、そんな昔の台服なんか着て。ああ、いやこれは、それはもう目立つからって着るのやめたでしょ。今はこの台服、敵の返り血を浴びても目立たない真紅の台服ですよ、三男さん。へえ、三男、三男って。いや、なんすか、昨日山並さんのあだ名決めたでしょ、山と南で三男さん。おう、そうだった。うん、当時ね、武士があだ名で呼び合うというのはどうかと思うぞ。そうですか。何言ってんの、お前だってどうしたんだ。いやだからそれもやめてくれと言ってんだろ。これからは土方君と呼んでもらいたい。私も近藤さんと呼ぶようにするから。なんでよ、この間まで私のことカッチャンカッチャンと呼んでくれたじゃないのよ。気持ち悪いなあんた。いや、いつまでも島崎勝田さんのままでいてもらっては困る。これからは近藤勇、この新選組を大きくして。待て待て、分かったよ、もうその話は何回も聞いたよ。もうはい、分かりました、土方君、ね、はい。掃除も、山並みのことを三男と呼ぶな。はい、厳しいな土方さんは。では土方君、第2戦と参ろう。よし、今度は私が殿様だ。よしよし、三男さんもやりましょう。おい掃除。あ、山並さん。あった、山並圭介、
新選組副長、後の総長、司令官時代からのメンバー、陸奥伊達藩脱藩浪士、北進一刀流、免許皆伝。じゃあ何読んでんすか。ああ、いやいやいや、なんでもない、なんでもない。お山並君よ、はい、いつまでもそんなとこ突っ立ってないで、ほら一緒にやろう。は一緒にやろうよ。山並君、3人で殿様遊びをするのに限界を感じていたところだ。私は一緒にやろう、めちゃめちゃ面白いから。お言葉ですけど。なんだ。その遊びは女子がいないとやりがいがありませぬ。なんこの遊び女子とだと。どうなっちゃう。なるほ ど, どこれ今度遊郭で流行らせましょうよ。おい、それいいな。すいません、それともう一つ。何すか。その遊びね、ちょっと古いです。え、私の考えた遊びが古いというのか。貴様は近藤さん考えたんですか。あ、では山並君、今はどんな遊びが流行っているんだ。まあそうですね、何でもいいなら。油アルバム遊び。油アルバム遊び、これまあまあ盛り上がりますよ。アルバムとは一体なんだ。あの写真を入れとくやつですね。はい、おお、そうか、はい、おじゃあ掃除、写真を撮ってこい。写真 NG なんで。NG？ じゃあ写真を撮ってこなくて大丈夫です。ではどうするか。これはですね、油アルバムと順番に言っていく遊びです。順番に、はい、ただし一個ずつ増やしていくんですよ。それでそれだけです。ほう、いやつまらん、つまらん、こんなの面白くもなんともないで。まあ一度やってみましょう。いやいや、私は遠慮していく。よっぽど殿様遊びの方が面白いもんね。いや一人でやるんですか。じゃあ3人でやりましょう。おお、よしよし、よし。じゃあ私から参ります。はい、油アルバム遊び、イエーイイエーイ。油アルバム、はい、油アルバム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 、イエーイ。クラージュ、よかった。私にもやらせろ。いや、あんたやりたかったんだろ。わかりました。じゃあ近藤さんから始まる、イエーイ。油アルバム遊び、イエーイ。せーの、油アルバム。油アルバム、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 油アルバム。ゆっくりやな。近藤さんちょっとゆっくりすぎないか。そんなことないだろ。油アルバム、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 油アルバム。油アルバム、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 油アルバム。イエーイ。よかった。いや、やっぱ三男さん遊び考える天才ですね。まあな、山並君は学があるからな。クソつまんないけどな。ところで山並君、はい、どうであったか。どうであったか。報告が遅れてるぞ山並。遊んでる場合ではないんだ。自分が一番遊んでたくせに。うるさい掃除。一体何の報告ですか。やだな、山並さんとぼけちゃって。守護職のところに行ってきたんですよね。守護職、京都守護職、松平片森様に会ってきたのだろうと聞いているんですよ山並君。ですね、山並君、はい、周知のこととは思うが、我々多摩の出身はあまり気が長い方ではない。早いとこ答えてもらおう。はい、ですから、すごい三男さん、はい、いや何言い惜しみしてんすか。とりあえず芹沢局長の処分のことだけでも教えてくださいよ。うん、芹沢局長、芹沢局長、バカにしてるのかよ。マミ、うちの局長が住吉郎で小野川部屋の力士を5人切り倒した一件、はい、会津中将様に報告に行ってきたんだろう。なぜ何も言わずに黙ってるんだ。はい、実は俺、貴様、土方さん、よし、土方君と呼んでいただく。山並が何も言わないってことは、つまりそういうことなんじゃないのか。え、じゃあ芹沢局長は。仕方ないだろう、こっちだって随分と非がある。違いますよ近藤さん。近藤さんも土方さんもそこにいなかったけど、僕はそこにいました。芹沢局長が悪いんじゃないんです。掃除、遊女屋で力士が女相手に力任せに暴力を振るってたんです。力士が相手だからって誰も止められずにいたんです。それを芹沢さんが助けたんですよ。力士にしても長州にしても悪事は誰もが見て見ぬふりです。京都の治安を守る新選組として名誉ある行動だと私は考えます。相撲取り5人切り倒されてんだよ。奉行所にも睨まれることになった。間が悪すぎるんだよ芹沢局長は。確かに新選組の評判はひどいものだ。今は何をやっても咎めを受けてしまう。しかし
長州藩はどんどんこの京都で幅を利かせ始めている。なんとかしないと、近藤さん。あの、一つだけ。お、局長は近藤さんじゃないんですか？何言ってんすか、山並さん。新選組に局長は3人いるでしょ。そうでした？近藤局長、新見局長、そして一番偉いのが、何この曲？全成列芹沢局長。芹沢局長、人事報告の詩、芹沢かもでやる。右手に大センス、左手に咲き誇るは真紅の梅、春を待って咲く桜より春を連れてくる梅がいい。そんなお上位の旗のもと、時代を変えると五行に近い徳川御三家水戸たち、疾風怒涛五里夢中、水戸脱藩浪士にして新選組筆頭局長、新党無念流免許改伝、忠義を尽くして国に報い、私が人中報告の詩、芹沢かもでやぞ。芹沢さん、まだそんな騒いだらダメですって。なんか飛んできた。局長、また浅酒ですか。いい加減にしていただきたい。お堅いな、トシちゃん。ここもお堅い。何をなさるんです、局長。おい、掃除、はい、土方副長の3本目の刀は小さいぞ。どんぐらい、見せて。許さん。それだけは許さず。大丈夫。いい加減にしていただきたい。イザミちゃん、すまんな。いえ、大丈夫です。おい、掃除、一杯行こうや。いや、芹沢さん、まだ日も高いです。それに、あんな事件があった後に祇園や島原であまり騒がない。お前も、お堅い。今日もお前の菊一文字は研ぎ澄まされているな。ああ、どうだ掃除。ああ、島原の女どもってのはよ、ああ、礼儀知らずでいけすかねえよ。ああ、今日あたり久々によ。芹沢局長、ここは神聖な道場であります。そのような汚らわしい行為はお慎みいただきたい。イサミちゃんよ、お前も。うわえ、すげえな、おい。こいつは名刀だ、恐れ入った。さすが近藤勇の名刀小鉄、ただもんじゃねえ。おい、ソジ、はい、やっぱお前んところの大将はすげえ大物だな。あんたにかかればよ、長州のクソ藩士でも一くるだ。よし、これで俺は昼間から余裕ぶっこいて酒が飲めるってもんだ。おい、トシちゃん、一緒に行こうや。はい、私は。うら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 せい。山並くん、あとは任せた。私は片森様のところに行ってくるからな。土方さん、おお、大きくなったな、土方って。おい、そんなんじゃねえか。あ、どうも。大きいな、お前。ありがとうございます。まあいいや、一緒に行くぞ。あ、いや、私は。おお、三男さんも行きましょうよ、ね。はい。すげえな。で、どれぐらい大きいんだ。え、いや、見せてみろ。大丈夫。あの、あ、いや、私はいいんだ。どうも馬が合わないらしい。前に一度宿の部屋割り任されたことがあったんだから。もうそれから芹沢局長とはうまくいい。どこ行くんだよ、おい。喋ってる途中だぞ。トン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 してる。なんだよあいつは。まあ、いっか。ちょっと照明さん、ここに明かりください。聞こえたかな。照明さん、明かりをここにください。進まないから。照明さん、やるなら打ち合わせしようぜ。言い方がまずかったのかな。照明さん、すみませんが、ここに申し訳ない、僭越ながら明かりをいただけないでしょうか。ダメなんだ。よ、イケメン。どういうお芝居これ。ちょっと僭越ながらお話をさせていただきます。近藤勇は道場主中島次郎兵衛に宛てた手紙の中にこんなことを書いていた。局中しきりに男色流行つかまつり候、つまり新選組体内の中で男同士ホモセクシャルが流行していたということだ。やっちゃうぞこの野郎。あれは違うと思うんだけども、まあよしとしましょうね。え、新選組を扱う物語の中で芹沢鴨はもうどうしようもない人物に描かれることが少なくはありません。
変態酒飲み野蛮、うん、だが豪傑でどこか愛すべきところがあるキャラクターでございます。歴史ものなんてものは史実に残るほかは解釈であり想像であります。また史実だって本当のことかどうかも分かりゃいたしません。さて宿の部屋割りをついうっかり忘れてしまった近藤、怒った芹沢は外で、ふざけるな近藤、だったらここで寝てやる、火をたけ、燃やせ燃やせ、火事だ火事だと伝えられる。だがこれが本当に史実なのでございましょうか。例えばこういった解釈はできないでしょうか。あれ僕の部屋がない、ひどいよね忘れるなんて。いいよいいよ、僕は外で寝るよ、そうすりゃいいんだろバカ野郎。あー寒いよね、このままでは死んでしまう、ちょっとだけ火を焚いて温まろう。あいさあいさあいさ、つかないよね、死んじゃおうかな。あーついたついたついた、あーやっぱ火ってあったかいよね。あっちあれ思ったより火が大きいよね、あっちあっちあっち、あっどうしよう、火が燃え広がっている、消さなきゃ消さなきゃ、あ水だよ水をバシャン、間違った油だ、ああ、ちょっと火事だ、ゆっくり降りました、火事だ。あくまで解釈の違いでございます。芹沢は部下から人気もあり信頼もあった、だがちょっとだけ間が悪く間の抜けていただけなのではないか、豪快な天然ボケの持ち主だったのではないか、そう思う解釈。文久三年京都祇園。よいか、我々水戸藩は徳川から日本から選ばれた藩である、その誇りを持った侍である。僕らは水戸出身ではないんだ。しかしそんな我々を徳川裏切ったこの国をな、卑しいメリケンどもにくれてやるというんだ。くれてやるとは言ってないと思います。それは300年にわたる我が水戸藩の奉公に対する裏切り行為である。はい、徳川を潰せ、遺敵を撃つべし、全ては天皇のために尊皇攘夷で。ちょっと芹沢さん、今や我々は会津中将様お預かり新選組、京都の治安を守るんです。攘夷だ政治を奪えという長州の倒幕派から幕府をお守りするんですよ。おめえさっきから何言ってんだよ。俺は陣中報告のし、この腐った国をな立て直す男なんだよ。誰が好き好んで幕府の手先になるか。俺はな生まれついての倒幕派だぞ。殺せ、俺を殺せ、飯田之助。なぜ、水です。なぜ俺だけ殺せなかった、なんで俺だけ尊皇攘夷のまま死なせてくれなかった。くそ、おめえ、おめえ、おめえって、芹沢さんの妾の女です。四条堀川の太物問屋、ああその羽織作ってくれたじゃないですか。うん、芹沢さん酔うといつもおめえさんに会いたがるんですよ。へえ、待ってくれてる人がいるんだ。寝たきりの病人です。え、実は芹沢さんも病気なの。はい、芹沢さんかわいそうな人なんですよ。安政の大獄の時も牢屋に入れられてたんです。水戸は幕府から目の敵にされてましたから。ところが処刑される予定だったほんの何日か前に桜田門外で井伊が殺されて釈放になったんです。うん、気の毒ですよ。志はもともと倒幕派なのに、倒幕派の長州藩士を切らなければならない。切るって長州藩はそんなに悪いことしてるの？今はまだ表立ってはいませんが、政権転覆を狙い革命を起こそうとしています、ね、それはテロってこと？テロ？テロって何ですか？ああ、いやいやいや、なんでもない、なんでもない。なんか様子おかしいですよ、三男さん。なんでもないんだ。あ、そうだ、ここだけの話、実は裏で手を引いてる者がいるらしいです。裏で？誰？土佐の坂本龍馬という男らしいです。坂本龍馬、坂本だぞ。やばい、おい三男、坂本はどこにいる。いた、坂本かな、坂本なのかな。セリザーさん、坂本龍馬、静かにしてくださいね。あの野郎がこの国をめちゃくちゃにしてんだ。俺の前に顔出してみんな叩き切ってやるぜ。セリザーさんダメですよ、外で物騒なこと言わない方がいい。うるせえ起きてな、うん、おい、お前この国どうしたい。あ三男よ、はい、お前この国変えたくないのか、このままでいいのか。いや私は人任せにしてていいのかって聞いてんだよ。何もできないって指くわえてて傍観者か。ああ必死になってるやつ見てバカにするだけか。ああ俺一人が選挙に行かなくても政治は変わらない。俺が反対したところで消費税はなくならないし、テロも戦争もなくならない。倒幕派はこの国を変えようと必死になって動いてる。
俺はどうすりゃいいんだよ。俺はどうしたらいい。芹沢さん、僕らは新選組になったんです。この国を守る役割じゃないですか。だからなんだ。大丈夫、大丈夫です。そんな大丈夫って言ってない。じゃあ下手ながないじゃん。あ、すいません、ちょっと酔ってしまいまして。なんだてめえ。芹沢さん、やめましょう。他の客の迷惑ばい。もう騒ぐことなかよ。そんなにやばんで、もう怖い怖い。もうね、酒はもう楽しく飲むもんばい。ね、うん、よしよし。じゃあ、おかみ、おかみ、ちょ、あのな、こちらさんにお酒をな、1、2の3、3人で3杯杯、なあ、3人で3杯杯、3杯、3と杯、3杯、よしよしよし、じゃあ、楽しむ杯ね、うん、じゃあ、バイバイ、ふざけんな、そんなもんいるか、マジで、芹沢さん、ここ私に免じて、ね、なんか変な言葉でしたね、飲み直しましょう、バイバイ、バイバイ、言いやがって、バイやろう、バイやろう、はい、座って。芹沢さん、今の男ご存知ですか。あの言葉にあの風体間違いありません。肥後の軍学師範、宮部貞蔵殿かと。貞蔵、はい、知るかそんなやつ。あいつはな、バイ野郎だ。いや、バイ野郎。芹沢さん、いや、見事です、三男さん。生きり立った芹沢さん止めるなんて。いえ、それで誰なんです。おそらく肥後藩の宮部貞蔵です。肥後藩というと熊本県。熊本な、なんですか。ああ、いや、なんでもない、なんでもない。で、いや、ご存じないんですか。日本最強の剣士と謳われた男ですよ。あと、はっきりとは見えませんでしたが、一緒にいたのは長州勢、うん、あの顔には見覚えがあるんですよ、うん、いやあ、長州藩の吉田利麿。吉田利麿、うん、長州でも3本の指に入る実力者ですよ。いつかは切らなければならない男です。切るって殺すってこと。もちろんです。そうでなければ国は守れません。いや、うん、あ、ほら、芹沢さん、帰りますよ。また病気がね、悪化しちゃう。あれ、また赤いの増えてません。ちゃんと薬飲んでます。うるせえよ、お前。あ、大丈夫です。騒がないでください。この病気はな、俺の大好きな梅の病気だ。ほら見ろ、体にいっぱい梅が咲いてくるんだ。どうだ、見事だろ。八坂の桜に見劣りしねえ綺麗な深紅の梅の花だ。梅毒です。もう末期に近くて、お酒が寿命を縮めてるっていうのに。え、この病気はな、血管や脊髄に体中毒が駆け巡り、綺麗な梅の花を咲かせるんだ。髪が抜け、爪が剥がれ、骨が中から砕けてくる。ボロボロの皮だけになってな、一面の梅の掛け軸になるんだよ俺は。どうだ、俺にふさわしい死に様だろ。国の志に背いた中落ち武者の俺は、愛した梅に囲まれて死ぬんだ。芹沢さん、不都合である。小野川部屋は土佐藩お抱えの力士、倒幕の士気強く血気盛んな土佐藩士どもの怒りを買うわしす。新選組副長土方歳三、その方の筆頭局長たる芹沢は、この始末いかに心得。申し訳ございません。会津中将松平片森様。土方よ、これを持て。はっ。会津27万石徳川より代々伝わる名刀、泉の神兼定である。これを私にどう使えと。せめてもの情け。あとは隊の中で始末をつけよう。おめえ俺より早く咲いた梅散りそうだな。かわいそうに。まだ目は見えてんのかい。昼と夜の区別もつかなくなっちまったな。俺もよ、じきにおめえと同じようになるんだ。あ？なんだ？もうちょっと大きな声で言っておくれ。ああ、当たり前じゃねえか。俺たちはいつでも一緒だ。おめえはよ、純白の香り高い白梅。俺は真っ赤に燃える深紅の紅梅だ。なあ、おめえ。だからもうちょっと大きな声で言っておくれ、聞こえねえよ。
なんだ、お梅。寝たのかい。お梅。梅よ。お梅。バカ野郎。おめえの声ちっちゃいからよ。お前の遺言聞き逃したじゃねえか。くそ。梅。新選組の物語は男より女に人気があるようだ。大使が皆美形に描かれているから、生き様死に様がかっこいいから、今に残るエピソードの一つ一つが劇的に映えるから。それもあるだろうが、しかし一番の理由は男のひがみ。20や30そこらで国を守るために短い期間で燃え尽きた新選組は、男にとって憧れであると同時にひがみの対象にもなるのではないだろうか。ウルトラマン、仮面ライダー、男は皆ヒーローに憧れた。しかしファンタジーの中ではなく史実の中に彼らはいる。今の俺たちには到底真似のできない武士の世界、規律の取れた彼ら、ルーズな俺たち、今の俺たちには到底真似のできない新選組という史実のアルバム。三男さん、密偵より報告が入りました。西陣の大和屋に長州の倒幕派が集結とのこと。行きましょう。沖田君、誰かを切るの？はい、切らなければ国が滅びます。わかった。ブワーブワー。私の名前は大和屋正兵衛。このご時世に外国と生糸の密売で大儲けをした商人であります。私がいるのは京都のずっと上、御所の北西に位置する一条吉屋町。ここの辺りは生糸で栄えた西陣の町であります。私はそこで買い占め独占販売をして大儲け、京都の町を裏から牛耳ろうとしているのである。わあああ、いえ、悪いことではございません。このご時世、天下を取った者が正義。私は刀や暴力ではなく金の力で世を動かそうとしている超平和主義者なのであります。私は金に物を言わせて長州の浪人どもをボディーガードとして引き連れました。賢い男、大和屋正兵衛でございます。さあさあさあ、皆さんメモのご用意を。大金持ちの王に平和の和と書いて大和、はい、大和屋でございます。さあさあさあ、やかましいぞ派手商人。なんだ貴様。京都守護職会津中将様をお預かり、新選組沖田総司と佐藤重文だ。あれ、三男さん。やべ、三男だ。倒幕陰謀の疑いにより切る。謝れば許す、悔い改めるんだ。ちょっと何言ってるんですか三男さん。だって殺すことはないだろ。黙れ黙れ貧乏人。警察ごっこをして遊んでいる新選組とは貴様らか。なんだと。噂は聞いているぞ。何の仕事もなく町で暴れるか、暇すぎて豚書で殿様遊びをしているとな。破られてるぞ。起きた、ちくしょう。ガキが突っ込んでる。これからの日本、金を持った者が動かしていくのだよ。来い、長州のボディーガードたちよ。やっぱマジかよ。うわあああ、どうした、大勢いてビビっているのか。いや、何言ってんだ、誰もいないぞ。なぬ、お前には見えんのか。いや、だってこう、お前らの周りをな、怖い顔した長州の浪人どもがうわーっと取り囲んでおるぞ。いや、何言ってんすか。うちは生糸屋でな、南蛮渡来のバカには見えぬ糸を使って縫い上げた羽織を着ているのよ。すごい数だ。嘘。危険ですよ三男さん。バカには見えんぞ、すごい数だ。果たして二人だけで戦えるかな。かかれ。いや、ちょっと待って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 、無理無理無理。大丈夫、大丈夫、大丈夫。いや、ちょ何隠れてるんですか三男さん。いや、だってさ、早く頼みます。もう無理だよ。人中報告の士、芹沢鴨である。大和屋正兵衛、この内遊外観の時代、偉人どもと結託し大儲けした挙句、倒幕派への軍資金許すまし。芹沢さん、局長があんな酔ってたのに。うるさい、
大丈夫か掃除。気をつけてください。きっと見えないと思いますが敵は大勢います。いや絶対見えないと思います。すげえ数じゃねえか。いやあぶねえ、あぶねえ、あ、全部倒した。見えてたんだ、意外だな。こしゃくな勝兵衛。貴様のキーと買い占めのせいで下請けの太もの問屋は被害被る。お梅も貴様を恨んでおった。お梅、おうおう、いたな、あの体中に出来物の湧いた汚らわしいバイターが。ヤマトヤ助かーい。やりやがったな、芹沢カモ。何も知りえよ。待ち構えておったぞ。カモがネギをしょってやってくるのをな。何このスマホ。遅かったな、磯の里。磯の里、いかにも私、小野川宮大関、小野川。スマホっぽい、スマホっぽい。と思ったら何それ。すごい、何おい、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 痛そうだよ。その俺磯の里、痛い。弟子5人を切り倒した恨み、今ここで晴らしてやる。血の旗まで吹っ飛べ、天下両本読みだ。よーし、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、吹っ飛べ。なんで店ごと吹っ飛んだ。やばかやだ。待てこの野郎。痩せた。夜だ、やるな、クソカモ。相手が悪かったな。ただのカモじゃねえ。新選組筆頭局長、芹沢カモだ。なんかあの世で弟子に稽古つけやがれ。こんなれ役だ、どうすか。もう切られた。肉が、肉が、肉が。なんだそれ、どうした。痩せた。やめろ、早く吐けろ。痩せた。下半身と上半身おかしいだろ。おかしいだ、バランスが変だって。痛かったけど切られてよかったです。何だ、土偶みたいだよね。早く行けよ。大丈夫か掃除。芹沢さん、大事なところで血吐いちゃいけねえな。すいません。また修行し直しだな。はい。芹沢かも、本名下村つくじ、天狗党、身風呂押し組を経て新選組筆頭局長となる。文久3年、宿割りの近藤が芹沢の宿を取り忘れ激怒、道路いっぱいに焚き火をする騒動となる。また酒乱であり、大阪力士との乱闘事件、大和屋焼き打ち事件等数々の事件を引き起こす。粗暴な振る舞いを見かねた会津藩主松平容保の命により。土方さん。おお、どうした。なんだ、勇美ちゃんは一緒じゃねえのか。副長、土方歳三をはじめとする大使によって。いけねえ、ちょっと動いたもんだからよ。頭ん中クラクラしてきやがって。芹沢さん、全然人のこと言えないじゃないですか。芹沢局長。文久3年9月16日粛清の名のもとに。土方、いい刀持ってんな。これは分かるぞ、そいつは名刀だ。大方会津中将様から預かってきたのか。土方さん、土方さん、まさか。さすがに、さすがに勘が鋭い。ちょっと待ってくださいよ、土方さん。黙れ掃除。黙りません。芹沢さんはもう末期の梅毒なんですよ。あと何ヶ月、いや、あと何日持つか分からない命なんです。あなたは病で命が短いものの気持ちなんて考えたことないでしょう。寿命尽きるまで、せめて一日一日最後まで必死に生きてるんですよ。土方、面倒かけるな、やってくれ。そんな、芹沢さん。掃除、俺は病気じゃ死なねえ。俺は人中報告の師、芹沢カモである。掃除、島原の住屋っていう置屋、そこの奥の部屋によ、お梅が冷たくなってんだ。そいつと俺の亡骸をよ、水戸にある天海寺の梅林、偕楽園というところに埋めてくれ。徳川の将軍たちが手掛けた後世に残る見事な梅林だ。嫌ですよ、そんなの嫌ですよ。そう言うな、掃除。土方、近藤に伝えろ、力士乱闘、大和屋焼き討ち、これらは新選組の所業にあらず。
すべては元局長、芹沢家も一人の独断行為により粛清する。芹沢局長、新選組はこれからだな。ほらよ、伝ってんじゃねえ、頼む。切れません。土方、近藤は新選組を束ねる。お前は副長として冷徹に徹するんだ。隊の規律はお前が取り締まれ。返事。はい。頼むよ、としちゃん。梅の毒がよ、もう体中巡ってんだ。脊髄もやられた。次は脳みそだ。目もかすんできた。おかしくなっちまう前によ、体中腐っちまう前によ、病気じゃなくて侍として死なせてくれ。おい、起きた。お前ならわかんだろ。梅林頼んだぞ。はい。おい、三男。はい。学のあるお前に聞きたい。どうだ、日本は。これから日本は平和な時代が来ると思うかい？はい、やってきます、必ず。そうかい、それを聞いて安心だな。い事故だ。はい。新選組に次ぐ。俺は歴史のステージに過ぎん。貴様らが歴史に名を刻め。これから最後の授け物だ。誠の一文字、言葉と心が一致してたがわず、偽りなく本物であれ。はい。雪霜に色よく花の咲きかけて、散りても後に匂う梅の香。芹沢局長、解釈立てまつります。文久3年9月16日、大使の手により新選組筆頭局長芹沢鴨没、享年37歳。ただいま。なんて、一人暮らしなのに独り言みたいに言ってみたりして。汚ねえ部屋。まあ30男の一人暮らしなんてこんなもんか。ここで毎日暮らしてんのか。引くな。ちょっと片付けよう。あ、いいや。日曜になったら彼女来るし、洗濯してもらえるし。やってもらおう。地下鉄に乗ると一番壁側の席を目指す。座れたらラッキー。自分の右側には誰か座るけど、左側は壁だけだからなんとなく楽。目の前シルバーシートに若いやつ座ってるとムカつく。だけど自分が立つのは嫌じゃないけど、席を譲るのはなんか善人ぶってるみたいで。だからおばあちゃんが乗ってこなけりゃいいなーなんて、なんとなくそう思ってる。そんなもんだ、俺なんて。地下鉄降りて地上出口まで上がる。途中エスカレーターないとムカつく。仕方なく階段上りながらぼーっと考え事してるけど、地上に出たらもう忘れてる。何の用もないのにコンビニに寄る。大して読みたくない本立ち読みして、大して食いたくないもん買って帰る。暇なわけじゃない。
やらなきゃいけないことはたくさんある。帰り道またぼーっと考え事してるけど、家に着いたらまた何考えていたのか思い出せない。ひょっとしたら重要なこと、日本経済を救う画期的なアイデアや世界中が平和になる方法、自分が大金持ちになるヒントかもしれない。だけど忘れてる。忘れても構わない。どうってことのない俺の考え事。コンビニで買った弁当を開ける。買った時よりまずそうに見えて食いたくない。なんか作ろうかな。たまには冷蔵庫なんかあったかな。自分で作る料理なんて何年ぶりだろうとちょっとだけ心躍らせて、すぐ諦める。なんだ俺、なんだこのモチベーションの低さ。たまに自分が二重人格者なんじゃないかと思う。やる気がなくて、生きてんのか死んでんのか、まして志なんて一つもない。昔なら切腹でもすればいいのかな。彼女がいたら手料理作ってもらうのにな。あ、今何してんだろう。ちょっと電話してみよう。あ、でも飯食ってその後が鬱陶しい。大して話すことないし、飯だけ作りに来てもらえないかな。結婚っていつになったらできるんだろう。みんな飯とか掃除とかそういうことで意識してんのかな。そんでみんな離婚でもしちゃうのかな。彼女って一体なんだ。俺って一体なんだ。俺の存在ってなんだ。自分の存在が欲しくてパソコンに日記をつける。初めの何日か事細かに書き込むけど、だんだん空白の日が続く。カメラとアルバムを買った。嬉しくて毎日カメラを持ち歩いて何でも撮ってアルバムに入れる。俺の大事な年表代わりに見たもの感じたものを入れる。だけどそのうちカメラもアルバムも何の意味もこなさない。そんなに毎日何もない。俺の年表に書き込むことなんて履歴書に書くことぐらいのもんだ。こんなに自分の歴史に興味ないやつが日本の歴史に興味を持てるわけがない。自分のアルバムにも史実のアルバムにも関心ない。俺の人生ずっと何かあるって考えてた。昔からずっと。だけどやっぱり何もない。平凡な日々だからこそせめて非凡な夢が見たい。あの薬を飲めばもう一度あの時代へ行ける。何もない俺の一日の中でたった一つの非凡なニュース、今日の日記に書き込める唯一の出来事。白き薬は十の時を遡り、黒き薬は十の時を超える。今宵人世の歌方の夢にてお戯れください。もう一度あの時代へ。自分が正しいと思う道を生きる自分勝手がぶつかり合う動乱の幕末時代へ。おい、おい吉田、俺だ、古高俊太郎だ。吉田君。吉田、いや俺は三男。え、ここどこ。しっかりしたまえ、ここは長州藩邸だ。長州藩邸、新選組の屯所じゃないの。すべてはあなたの今宵人世の歌方の夢。歌方の夢。吉田君、吉田君、しっかりすればバイバイって。気がつきました。おい、おい吉田、俺だ、古高俊太郎だ。吉田君、いやよかった。
もうダメかと思ったぞ。大丈夫か吉田。俺だ、古高俊太郎だ。吉田。そうだ吉田、俺だ、古高俊太郎だ。わかりましたよ。よかったバイ、これでもう心配長バイね。うん、バイ。え、あんたバイ野郎。バイ野郎ってなお前。バカ吉田、宮人のになんてこと言うの、謝れ。まあ、よかばよかばね。吉田君、横ばいになって、よかばい。面白くねえ。いやしかし吉田君よく戻った。どうだ、長州判定は落ち着くだろう。長州判定。うん。ええ、ちょっと待って、え、待って、一つだけ質問していいですか。あなた方ひょっとして長州藩士？無論そうだが。うわマジか、無理、怖い、うん、怖いってなんだよ。いやだって長州藩士この時代でテロを起こそうとしてた人たち。お前だって上位志士の一員だろ。え、俺が？なんで？まあ宮部殿は肥後藩だけどな。肥後藩というと後の熊本県？熊本県。ああいや、あの、はじめまして。どうしたんだよ吉田。新選組の近藤に襲われたお前を宮部殿が助けて連れ戻してくれたんだよ。局長に襲われた俺が？ああ、お前が局長に襲われたんだよ。俺が？うんじゃないんです。ああそう、まあな、恐怖で何倍なんかすごく空気が悪いかと思ったら。まあ、恐怖で記憶がないのもな。ああ恐怖で記憶がないのも無理長場合ね。あなたが記憶なくなってるじゃないですか。まあな、しょうがない、うん、それにしてもあの男局長と抱き合ってなかなかやる場合ね。ただのでかくて笑顔が可愛くて記憶をなくす男では長場合ね。本当に勘弁していただきたい。ああ天然理心流司令官の道場主近藤勇、うん、宮部殿、京都では新選組がやりたい放題、片っ端から志士たちを切ります。奴らには大義も志もない、ただの人切り集団ですよ。新選組が人切り集団。ああそうだ吉田君、ついに宮部殿が我が長州に手を貸してくれることになった。ありがとうございます。頭下げろお前。あ、はい。勝手に外国と条約を結ぶ幕府こそ朝敵ばい。日本は外国の植民地やなか。その倒幕の志、この宮部定蔵が力を貸さい。ありがとうございます。吉田としまるか、改めてよろしく。宮部定蔵ですばい。吉田としまろ、宮部定蔵。ダメだ、名前覚えられる自信ないよ。俺だ、古高俊太郎だ。 あなたは分かりました、古高俊太郎ね、はい、では吉田君、この桂小五郎の名も忘れたか。桂小五郎。うん、桂小五郎。よかった、やっと知ってる人いた。おい吉田。はいはい、桂小五郎さん。中学生でも知ってますよ、薩長同盟の。あ、薩摩の西郷隆盛と同盟結んだ人。薩長同盟だと。はい、明治維新で今の日本を築いた人、あなただったんですね。あえて光栄です。薩長同盟とは何だ。はい、薩摩と長州が手を組むことです。貴様ふざけるな。どう、おい、薩長同盟だと。何を方形なことを言うとる。忘れたのか、我々長州藩が受けた屈辱を。薩摩海賊と手を組むなどということ、世界が転んでもありえる。ですが桂さん、長州と薩摩は天下を取る。まだ言うか。天下などいらぬ、我らの大義は国を救うこと、それが分からぬか。すいません桂さん、こいつ昔からおかしなことを言う癖があるんですよ。まあ桂さん、ここは収めれば、今はこんなことしてる場合じゃなか。よく思い出せ、我々長州藩、国を救うために何をするべきかをな。来い俊太郎。はい。バカ野郎、桂さんには俺から謝っといてやるから。もうなんだよ。立てますか吉田君。あ、すいません、大丈夫です。もう怖がって切られるかと思いましたよ。桂さんは剣の達人ですが、人は絶対に切らんばい。それにしてもあの人があんなに心を取り乱すのは珍しくね。宮部さん、うん、本当に長州に手を貸すんですか。ちょっと何やだ。え、なんだい、いや面白か男ばいね。いや、わしに協力を求めたのは吉田君、あんたばい。私、そうばい、あんたのな、あ、幕府を倒してこの国を救う倒幕救国っちゅう言葉にわしはもう心をぶわっつ、うわっ、おいって撃たれたばい。そうですか、ばい。ばい。ですが、おかしな話かもしれませんが、今はそう思ってないです、ばい。なんだと。あの、幕府には新選組がいます、ばい。
新選組が人斬りと言われるのは国に刃を向ける者がいるからですばい。誰も国に逆らなければ斬られないで済みます。あ、ちょっとすみます、バイ。バイは無理やりつけなくてもよかった。あの、ごめんな、バイ。ごめんな、バイ。ごめんな、バイはどうでもいい、バイ。すみばいません。すみばいませんもどうでもいい。なんだ、その無理やりなバイのつけ方、何バイそれ。すみません。もうないんかい。もうないです。でもな、まあ、吉田君、はい。それじゃあ国は動かんばい。なあ、250年の徳川幕府でこの国はもうすっかり腐り切ってしまった。誰かがやらんといかん。そのためにわしも桂さんも立ち上がった。ねえ、志田君、だからそんなつまらんことは言うべきではなかな。腐り切った国を変えるために幕府が、新選組が間違ってるっていうのか。桂小五郎、後の木戸孝允、明治維新の一角を担う新と無念流の達人。しかし剣で人を殺めたことはない。逃げの小五郎とも言われる。変装が得意で、古事記やその他に身をやつす。ん、その他。しまった、新選組が前から来ます。俊太郎、先に行け。いや、しかし近藤さん、怪しき者が。何者だ貴様、動くな。エクスペクトパトローナーン。あなたのはレビオーサー。レビオーサー、これは違う人だ。なんだ、ハリーポッターか。何ですかそれは。ああ、顎が割れるんだ、成長するにと。何番トライの何かですか。ああ、そうかな。スリザリンはダメ、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 スリザリンはダメ。大丈夫ですか、サラさん。よい。今はまだ新選組と戦う時ではない。行くぞ。はい。桂さん、かっこいいっす。変装の達人、桂小五郎。よしだーよしだ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 。ちょっと、何すごいぞ、すごいぞ、すごいぞ、お前。何がすごいんだよ、古高君。なんだよ、古高君って他人行儀だな。いつも通り俊太郎って呼んでくれ。俊太郎、一体何が。すごいぞ、これで時代が動く。すごいんだよ。だから何がすごいんだよ。坂本様だ。え、坂本様だよ、坂本様。坂本様ってまさか。そう、坂本龍馬。坂本様から直々に長州にお口添えいただけるんで、うん、坂本様はな、外国からたくさん武器を仕入れてるらしい、うん、宮部殿、うん、そして坂本様、どんどんとすごい人が味方についてきた。これも桂さんのお人柄だ。いける、今度こそいけるぞ。日本のために長州が国を救うんだ。俺さ、俺行くぞ。坂本様が呼んでんだ。古高俊太郎、ただいま参ります。時代が動き出してるのか。俊太郎、元治元年、芹沢局長が死に1年が経った。あのあと新選組はものすごく忙しかった。総司、密偵から報告が入った。島原遊郭にて挙動を疑わしき者が集結、直ちに出動、取り物であるぞ。いやーしゅ、たた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 た。どうした、元気がないな。もっと元気に。山城のくせ者だ、ひっ捕らえろ。元気ですか。元気があれば何でもバカ野郎。迷わず行けよ、行けばわかるさ。行くぞ。1、2。いいぞ掃除、次はもっと元気に行ってみよう。そうだな、端から端まで6歩で行ってみよう。いけるか、掃除。行くぞ。父さんの浪人だ、切り捨てよ。1、2、3、4、5。ラー、惜しい。まあ頑張った方だろう。これでまた幕府から報奨金が出た。芹沢局長が言うように新選組は良くなった。きっと喜んでおられるぞ。ありがとう、芹沢局長。なになに、記憶の回復にはココアがいい。いや、そんなものは。なんだココアというものは。ココアというものは何だ。おお、近藤さんでしたか。おお、
ココアって何か知ってるか。ココアですか。ココア、それも南蛮トライの何かですか。ああ、いい。ソジ、ソジお前ちょ大丈夫か。大丈夫です。全然大丈夫じゃないなお前。ちょっと向こう行って休んでろよ。いや、何言ってか全然わかんないわ。ちょっと山並、山並どこ行った。ちょっとソジ、四条木屋町で土佐の岡田伊蔵を見た者がいるらしい。綺麗。はい、行ってきます。おい、ちょ、ソジお前本当大丈夫か。はい、あのお二方のためなら。ちょ、無理するなって。あの、それにしてもどうしてこう急に取り物が増えたのでしょうか。それお前あれだろう、敵にも。ソジ、お前は余計なことは考えなくていい。それよりもしっかりと仕事をしてこい。はい。ソジ本当気をつけてけよ。しっかりな。大丈夫か。本堂さん、今ソジに何を言おうとした。それは敵にも指導者がいるっていうこと。今は言うべきではない。今は新選組が京都に名を馳せるとき、沖田総司の剣の力は今この時のためのもの。しかしだ、土佐の岡田伊蔵っつったら相当なつなもんだろ。大丈夫かあれ。それで負けてしまうならそこまでの男だ。新選組にはいらない。お前ひどいこと言うな。適材適所だよ。私のような頭の切れる男が指揮を取り、剣の腕が立つ沖田が動く。そして近藤さん、あなたは出世して新選組を大きくするんだ。新選組は変わった。今や幕府の信頼も頂戴し、この京都で新選組近藤勇の名を知らぬ者はいない。近藤さん、あなたにも変わっていただかないと。あなたには直参となってもらうのだ。直参。そう、幕府に直接お目通りが叶う身、国の政に直接意見することができるんだ。多摩の田舎百姓だった我々が国を動かすことができるんだぞ近藤さん。今は私の指示に従っていただく。俺はお前の操り人形ってわけか。それではあまりにも例えが悪い。さしずめ、あなたは優秀な役者、そして私は優秀な演出家といったところだ。土方、今日も行くのか。もちろんだ。毎日続けて意味がある。近藤さん、私はね、あの暇な堕落したルーズな毎日に戻りたくはないんだよ。俺はあのままでもよかったんだよ。御社何言うちょるか近藤勇。これも新選組のためぜよ。芹沢局長が残しちょったこの局を守るじゃけ。おめえの方がよっぽど役者じゃねえか。お褒めに預かり光栄ぜよ。じゃあの、おい土方、お前誠の一文字に恥ずかしくねえのか。近藤さん、あなたは十分に役割を演じてくれている。私は評価しているんだよ。新選組が名を上げるために今必要なもの、それは切るべき敵だ。土方お前変わったな。いや、あなたが変わらなさすぎるのだ。それとこの格好の時はそう呼ばないでいただきたい。勝手にしろ。いつまでうつむいているつもりだ近藤さん。あなたのためにやっているのだ。よーきゃーおじゃー。今の日本は腐っちょる。このままじゃ未来はにゃーぜよ。国を変えるのに長州も薩摩もなか。日本人が日本を変える、それだけのことじゃ。みんな大きな目で国を見ちょるが、このままじゃ未来はにゃーぜよ。みんなで一丸となって幕府を倒すんじゃ。よけ、わしは日本を変える男。わしの名前は坂本龍馬じゃ。坂本様。それがし勤労志士古高俊太郎と申す。桂小五郎殿の命を受け、この命貴殿に預けます。古高、命を預けちゃいかんぜよ。恩師のことは恩師が決めろ。わしのことはわしが決める。わしは日本を変えるんじゃ。恩師はどうする。私は尊王攘夷の志士、幕府を倒し異敵を追い出し、新しい国のためにこの身を捧げます。よう言うた古高。恩師は男ぜよ。男古高、日本を動かすんじゃ。日本を変えるんじゃ古高。幕府転覆に血のたぎる長州浪人は扱いやすい。
掃除、また獲物だ。新選組に伝えろ。長州藩古高俊太郎に倒幕の企てあり、取って切り捨てよ。おい、こっちだ、早く。え、おい、ちょっとちょっと、しー、大丈夫です。宮部殿、おい、早く行かなくていいのか。そうだ、桂さんが全員召集かけて待ってんだ。宮部殿、全然来ないよ。伏せろ。何あれは新選組の。起きた、よりによって起きた掃除か。どうする、見つかったら切られるぞ。俊太郎、回り道で先に行ってくれ。は、大丈夫、俺も後で追いつくから。いや、しかし大丈夫。まあ確かに散った方がいいな、うん、よし、俺は近道を通り先に行く。分かった。四条木屋町の増屋だ、遅れるなよ。増屋だな、分かった。誰だ。いやあ、沖田君。誰です。ん三男さん。いや、今帰り。今までどこに行ってたんですか。みんな探してたんですよ。うん、ちょっとね。三男さん。え、うん、え、あ、なにこれ、なにこれ。あ、まあこれは、え、なに、開けていい。まあ構いませんけど。なに、え、ドラゴンフルーツ。え、なんですか。タピオカミルクティー。え、なにそれ。おいしいもの。美味しいものではないんですけど、不定老子の首です。首ー、あー、嘘。いや、土方さんから土佐の岡大蔵を切れと言われたんですが、逃げられてしまって、代わりに一人頃合いのいい長州浪人を見つけたんで、切ってきたんですよ。ダメだよそれは。ダメなんですか。関係ない人切ってダメだよ。沖田君、関係なくないですよ。三男さん、だって長州浪人ですよ。だってね、長州の人だって悪い人ばっかりじゃないから。いや、三男さん、何言ってるんです。いいですか、長州浪人は天下を狙っています。平和を願う新選組として、天下を狙う長州浪人は根絶やしにするべきなんですよ。そうかな、沖田君。ひょっとしたら長州の人は天下を狙ってるんじゃないとしたら。三男さん、何言ってるんだか分かりませんよ。我々新選組は国のために長州の不定老子を切ることが仕事なんですから。沖田君、また風邪。吉田君、いやー、すまんすまんすまん、ノグソしてたら遅れてしまったわ。うわ、ジーザス。何者だこれ。新選、あ、いやー、かたじけない。人違いかい。お待ちください。判明と氏名を。沖田君、それがし京都守護職新選組副長助勤、沖田総司。沖田総司、肥後藩の宮部貞蔵殿とお見受けいたしますが。いかにも。いや、君が沖田君か。そちらは。私はココアの森永。副長のココアって何ですか。すいません、副長の山並圭介さんです。ああ、そうかそうか。いやいや、沖田君は剣の達人だと噂は聞いとるのに。宮部殿、無礼承知ですが、京都へは何用で。あなたほどの方が京都の夜を一人歩きとは何か訳ありかと。それは答えるわけにはいかんばい。では仕方ありませんね。沖田君、抜いてください。この無礼者が。新選組っちゅうのはこうも礼儀知らずか。宮部殿、重ねながら無礼は承知。しかし剣を向ける理由はもう一つあります。私は剣を極める道を歩んでおります。軍学師範宮部貞蔵殿、ここで出会ったのは今夜あなたを超えるという私の道。うん、沖田君やめろ。宮部殿、何か用事があったのでは。お連れ様がお待ちですよ。どうぞお急ぎくださいね。ジーザース。その抜いた刀本気ばいね。なら、もはや収められなかばい。ありがとうございます。やめろやめろ、沖田君。邪魔しないでください、三男さん。これは剣の日本一を決める勝負です。私はもう止まりませんよ。あ、ほら、やめろ沖田君。宮部殿、今二人が切り合うことに何の意味もないですよ。やっぱりやめとくばい。宮部殿。沖田君、気組みが整ってなか。そんなんじゃいい勝負はできんばい。沖田君、わしらはそんな勝負しちゃいかんばい。しっけえな。またしっかり休んだよ俺。次会った時ばい。見破られてましたか。さすがです、宮部殿。さすがですじゃないだろ。よくそんな状態で戦おうとするな。あれ、心配してくれてるんですか、三男さん。当たり前だよ。
沖田君、はい、俺そろそろどこ行くんですか。言えないとこに行かなきゃいけないんだ。行けませんって。今日は無理にでも豚州に連れて帰らないと。今日見逃したら土方さんにカンカンに怒られてしまう。掃除、おジーザース、何やってたんだ。待ちわびたぞ。すいません土方さん、不定浪士集結の密告が入っている。今すぐに行ってきてくれ。はい、行ってきます。沖田君は無理だよ。大丈夫。もう土方さん、土方さん、もうね、沖田無理です。誰かと思えば山並君、君は今までどこへ行っていた。ああ、いや、言えない、言ったら絶対殺される。もういい、帰ってからだ。君も一緒に行ってきてくれ。私もですか。そうだ、君も副長ならそろそろ副長らしくしたらどうだ。はあ、ほら、三男さんも行きましょうね。いや、無理だよ、沖田君は。ねえ、三男さん、人を切ってる時は調子いいんすよ。おっかないこと言うね、君。山並君、新選組は変わった。君も取り残されないようにしろ。それは分かってますよ。大丈夫。分かってます。分かってますよ。変わらなきゃいけないってことぐらい。いや、君は分かっていない。君は変われないから自信が持てないんだ。分かってます。俺だって変わるためにもう一度ここに来たんだよ。もう一度来たとは何だ。いや、ええ、ちょっと沖田君、血吐いてるじゃないか。掃除、沖田君大丈夫、大丈夫です、大丈夫。すごい、どけ。はい。おい掃除、掃除。どうしてこんなになるまで黙ってたんだ。だからさっきから何回も言ってるじゃないか。おい掃除、はい。ああ、ダメだな。立てるか。お前も今日は豚所戻って休んでろ。すいません。ああ、ゆっくり休め。すいません。仕方がない。山並君、はい、君一人で行ってくれ。え、私一人。ちょっと無理無理無理、せめて土方さん一緒に来てくださいよ。冗談じゃない、切られたらどうするんだ。いやいや、あんた言ってることおかしいぞ。おかしくない。いいか、私はな、弱いんだ。いや、そ、自信満々に言わないでくださいよ。そんなこと言うんだったらね、私だって弱いですよ。いや、私の方が弱い。いや、私の方が弱い。よし、そこまで言うならどちらが弱いか勝負だ。望むところだ。抜け。お主、すごい強そうじゃないか。怖い、怖すぎる、怖くて抜けない。スキヤリー、独特の武術。なんだかわからんが、スキヤリー。違う、血がついて、血が。あ、これさっきの掃除の血だ。あ、なんだ。スキヤリー。刀の気持ち考えるのかな。まずよーし、スキヤ、わあ。この戦い、もうちょっと見てみよう。権藤さん、スキアリシンプルに逆。お前の番だ。しゃあ、スキアリー。あーっと、ここに来て成長痛きたな、これ。膝痛え。この戦い、もうちょっと見てみよう。本堂さん、もうええ、もうええよ。おい、いつからいたんだ。さっきからだ。どっちも弱いことが判明した。もういい、私が行く。いいのか。長州という敵がいるのに、いつまでも私だけうつむいていられない。そうだろ。そうだ、待ちわびたぞ、本堂さん。すまなかった。で、場所は。四条木屋町、増谷。マスヤ。そうだ。え、それってまさか。相手は誰だ。長州藩勤王志士の中心人物、桂小五郎だ。桂さん、確かに大物だな。山並み、はい、行くぞ。あ、いや、あの、私が行くより。早く来い。はい。心配するな、あの人は強い。いや、そういうことじゃないんですよ。いいから早く行ってこい。はい。山並み、どこに行くんだ。こちらに近道があります。私はこちらより参ります。桂さん、
古高です。遅くなりました。そろそろお時間でございます。吉田と宮部殿がまだ到着しておりませんが。いたしかたない。客人を待たせるわけにはいかぬ。始めよう。はい。今日集まってもらったのは他でもない坂本龍馬殿からのお達しである。今こそ日本の歴史が動く時だ。坂本殿よりいただいた計画、古高より伝えてもらう。はっ。風の強い日を選び、京都御所に火を起こしまする。京に潜伏する攘夷志士と共に動乱を起こし、その隙に天皇をお救いし、長州へお連れせよというものでございまする。諸君、しかと聞いたか。倒幕決起の時は近いぞ。ご乱心召されるな同胞たちよ。我らには日本を動かす男、坂本龍馬がついておるぞ。お待ちください。吉田、遅かったな。新選組は巻いたのか。新太郎、桂さん、お願いです。解散してください。吉田、皆様どうかお願いです。お帰りください。何を言っているんだ吉田君。桂さん、早く急いで中止を。もうこんな集会やめてください。客人の前で無礼であるぞ吉田君。引っ込んだろ。いや、俊太郎。はい。違う、吉田来い。ああもう解散してください。ここには新選組が。何者だ。新選組だ。ここを開けろ。しまった。新選組の御用を改めです。何、なぜここが分かった。まさか吉田、お前。違う、俺じゃない。お前が連れてきたんじゃないのか。俺はそんなことしてないよ。よせ俊太郎、話は後で聞く。皆の者の地で明晩改めて集う。場所はどういたしましょう。三条河原町池田屋にて。わかりました。客人方、こちらより外へ急げ。急いで急いで。桂さん、はいはいはい、隠れてください。しかし俊太郎、私のことなど奴らは知りませんが、桂さんは顔が知られております。ここは私が何とかしますから。早く。すまん俊太郎、頼む。安心してください。何とかやり過ごしてみせます。桂さん、俊太郎、お前も早く逃げてくれ。何を言っている。お前こそ行け。桂さんは俺が守る。俊太郎、それが俺の大義だ。何言ってん。何事でございましょう。動くな。御用あるためだ。お客様はお帰りでございます。お話があれば私が伺いましょう。貴様名は。答えろ。判明と名は。私は武士ではございませぬ。ここ増屋の主、古高と申します。古高。土方が言っていたのは貴様か。古高俊太郎。なぜ私の名を。甘く見るな。長州藩士古高俊太郎、桂はどこだ。知らん。俺は何も知らん。話は局で聞く。立て。俺は立て。俺は何も喋らん。喋らんぞ。表へ出ろ。大使が局まで連行する。俊太郎、俺の大義、あとは頼む。大義。早く出ろ。何が大義だ。そこの者、こちらを向け御用あるためだ。貴様動くな。山並。近藤さん、もう帰りましょう。来てたのか。はい。近藤さん、桂を捕らえに来たんだ。ここにはもう誰もいません。なんだと。店内くまなく探しました。いたのはさっきの男だけです。わかった。はい。本当？オッケー。ちょっと、あ、ダメです。開けないでください。あつら。それはハリーポッターです。ダメだ、通用するわけない。なんだ、ハリーポッターじゃん。通用してるじゃん。すごい。あ、でも顎割れてないんだな。そうなんですよね。はい、びっくりした。ちょっと映画の世界に戻してやれよ。あ、そうします。この時代にいるべきじゃないよ。はい、あのスネープ先生にも言っときます。何言ってんだ。すいません。そう、カツラメどこ行った。やむえ、先に戻る。はい。おい、そいつ頼んだぞ。はい、お気をつけて。魔法とか気をつけろ。はい。カツラさん、カツラさん、もう大丈夫です。吉田君。はい、カツラさん、あの新選組は行きましたけど、俊太郎が捕まってしまいました。そうか。そうか。それだけですか。客人に迷惑がかからなかったのは何よりだ。いやいや、そういうことじゃなくて、俊太郎が新選組で捕まったんですよ。このままでいいんですか。吉田君、私に何を言わせたいのだ。何をって、助けに行かなくていいんですか。それはできぬ。なぜです。殺されてしまうかもしれないじゃないですか。新選組は人斬りなんでしょ。俊太郎が殺されてもいいんですか。吉田君、君はその時何をしていた。ここで突っ立って見てました。はあ、すいません、何もできませんでした。いや、
それでよいのだ。今はまだ動く時ではない。今は計画に向けて極秘に行動しなければならない時だ。ただなぜここが新選組に踏み込まれたかは疑問だが。私は違います。絶対に言ってません。今回は信じよう。俊太郎が捕らえられたのは残念だが、彼も絶対に言わぬ。彼抜きで話を進め、計画が成功した暁には救出できるはずだ。ガタラさん、計画って何をするんですか？京都、焼き討ちだ。焼き討ち？祇園祭りの最中、風が強い日を選び、御所の周りに火をつける。そんなことしたら、その混乱に乗じて500人が攻め込み、天皇を救い出し、長州へお連れする。吉田君、国を救うために我々が時代をつかむにはもうこれしかないのだよ。そんな、それでいいんですか？桂さん、その顔誰だってわかりますよ。よかれと思ってません。あなたは納得もしてません。これは吉田君、これはあの方よりいただいた重要な計画だ。口が過ぎるぞ。桂さんはそんなことしてはいけない方です。あなたが国を変えるためにすることは京都焼き討ちなどではない。薩摩と手を組む薩長同盟なんですよ。貴様まだ言うか。吉田利麿、先ほどから聞いていれば貴様の言動、大義ある長州藩士とは思えん。志を一つにして計画をなさんとしているときに貴様いつまでうつむいている。桂さん、あなたはそんなことをしなくても天下をつかむんですよ。血を流さずに幕府が引き下がるときは来るんです。そのときまで待っていただけませんか？何を夢物語を言う。そんなザレ事を待つわけにいかぬ。ザレ事じゃないで、そうなるときは来るんですよ。なぜそんなことが貴様にわかるんだ。そんなわけがない。わかるんですよ、私には。今やろうとしていることは正しいことじゃないんです。もうよい吉田、もう二度と私の前に顔を出すな。何が正しくて何が間違っているかなど、それは今の私たちにわかることではない。それは後の世が判断することである。ならなおさらです。俺が俊太郎を救い出し計画を止めなければ。会津中将松平容保様、上告でございます。京都守護職新選組での活躍、容保様にお目通りありますれば、我が新選組局長近藤勇を直参になされる旨お願い立てまつりまする。新選組の評判は幕府まで聞き及んでおるぞ。はっ、ありがたき光栄にございます。しかしだ、浪人四五人切り倒したところで名が上がることもなし、ここらで一つ朝廷もが認める大きな働きをしてみせよ。恐れながら容保様、我が新選組局長近藤勇、今しがた大きな取り物をした頃かと思われます。おう、大きな取り物だと。はっ、幕府転覆を図る卑しき勤王長州の中心人物、桂小五郎の首にてございます。何、それはまことか？はっ、まことの一文字に生きる新選組、嘘偽りはございません。後日こちらでお目に入れましょう。でかしたぞ新選組。これで世もそなたらもこの国をもが安泰じゃ。家持ち様もお喜びになられる。新選組よ、この国を守るのだ。はもう少しだ。もう少しで新選組が変わる。土方さん、帰ってたんですね。ご苦労様です。大掃除、大丈夫か？はい、出動を休ませてもらったおかげで随分いいですね。そうか、うん、で、近藤さんは戻ったのか？はい、先ほど戻られましたよ。して、桂の首は？いや、それが桂はいなかったそうなんです。いなかった？そんなはずはない。よく探したのか。いや、私には分かりませんが、今夜の取り物は一人だけとか。取り物？はい。切らなかったのか？はい、まあ僕が言っていたらおそらく切ってたんでしょうけどね。なんということだ。一体どこまで頼りにならんのだ、あの局長は。そんなことないですって。増屋の主を引っ捕らえました。
今はその者から長州勢の集合場所を聞き出しているところです。そいつの名前は古畑俊太郎か。そうです。かなりな強情なものでして、どんなに拷問にかけても絶対に口割らないんですよね。古高がここに来ているのか。はい。総司、古高をここに連れてきて俺と二人にしてくれ。このことは誰にも言うな。いいな。わかりました。が、あの近藤さんに怒られないですかね。近藤さんのおちょぼ口やってないでさっさと連れてこい。はい、すいません。怒らないでくださいよ。計画が狂った。これでは松平に合わせる顔がない。新選組の名が上がるまでまだ休めんか。長州倒幕の決起の場所、次に集まるのはどこだ。次は何だ。これ以上何しようってんだ。足にぽっかり穴が開いた。五寸釘打たれ上から牢を流されてよ。ひでえ拷問だ。俺は何も知らねえってのに。古高、悪いが何度聞かれても知らんものは知らん。古高、あなたは坂本様。御社、こんな姿に。坂本様、よかった。まさか私のようなものを迎えに来てくださるとは。私は感謝の言葉もございません。ああ、よう頑張ったの。ところで古高、決起の場所はどうなっちょる。ご心配なさらずとも、この古高俊太郎、いかなる拷問を受けようとも決してこの口だけは割りません。ああ、わかっちょる。御社男ぜよ。坂本様、こうしちゃおりません。これを。今なら新選組の奴らの目もない。ここを出て、獅子らと落ち合わなければ。ああ、そうじゃの。皆が待っちょるの。皆のところへ行くぜよ、古高。はい、皆が待っております。決起の場所はどこじゃ。三条河原町、池田屋でございます。池田屋、そこに間違いないのだな。坂本様、これで日本が、時代が動くのですね。ご苦労であった。古高俊太郎殿、倒幕の企て許すまし。坂本、いや、私は新選組副長土方歳三だ。時代は動かぬ、日本は変えられぬ。誰かおるか。古高が自ら刃を立て死んだ。片付けよ。なんてことを。おい、なぜ、どうして殺したんですか。殺してなどおらん。自ら刃を立てたと申したであろう。嘘だ。自分でこんな風に切れるもんか。天波君、言っている意味がよくわからんな。それではまるでその長州藩士に肩入れをしているように聞こえるぞ。言動には気をつけろ。おい、俊太郎。おい、吉田だ。そうだ、吉田だ。何が言いたい。頼む、止まるものなら止めてくれ。桂さんを殺さないでくれ。俊太郎、俊太郎、桂さんをって、それはお前の大義だろう。何こんなとこで死んでんだよ。くっそ、桂さん。俊太郎が死にました。このままではもっともっとたくさんの人が死にます。今あなたが動かなくても、もうすぐ時代は動くのに。桂さん、僕らは中学生の時にあなたの名前を習うんですよ。俊太郎は歴史には残りません。俊太郎、俊太郎。
坂本龍馬じゃ。桂先生はおるか。坂本龍馬じゃ。これは坂本殿、わざわざご足労恐縮つかまつります。桂、坂本殿、どうぞ中へ。今ならたやすく切れる。しかしダメだ。今は奴を切る大義名分がない。桂殿、古鷹のことは残念じゃったの。新選組の拷問に耐え、見事武士として自陣に散ったと聞きました。そうか。しかし古鷹のためにも見事倒幕の志をなさんとの。しかし我々は同志を失い息を下げております。御社、何言うちょるか。坂本殿、我が藩の将来のため冷静に考えますと、やはり時期尚早ではないかと考えます。こんバカもんが、何言うちゅう。御社、いつからそんな小さな人間になっちゃったか。我が藩の者がこう申しておりました。我々が今なすべきことは京都焼き討ちなどではないと。薩摩と同盟よと。桂、何迷うちゅう。長州の積年の願いは何ぞ。天下じゃろうが。関ヶ原の戦より300年、毛利の頃より寝ても覚めても徳川を恨んできたのであろう。今こそそれを晴らす時ぞ。桂、よう聞け。今は日本が腐っちゅう。この国立て直すのは誰ぞ。薩摩でも会津でもない、恩師の長州藩じゃろうが。長州もこの国も恩師の肩にかかっちょんのがわからんのかい。私の長州、坂本殿、志の低き発言誠に失礼をいたしました。そうよ、それでこそ桂小五郎よ。いえ。さて桂よ、そうと決まればすぐにでも結構じゃ。は、承知いたしました。これで舞台は整った。少々手こずったがこれでよい。新選組出動だ。場所は三条河原町池田屋。元治元年6月5日、今日こそ新選組の名が上がる日。近藤さん、この戦会津藩の力は借りぬ。我々だけでやるんだ。分かった。まずは池田屋に集合した浪士たちは20と少し、かなり名のあるものばかりですね。肥後の宮部帝蔵が加わったというのは誠か。そのようです。そうか、ならばこの戦かなり大きなものになるな。ええ、間違いありません。ごめん、ごめん、この人は誰かな。私、長倉新八と申します。副長助勤の長倉さんですよ。今まで出番がなかっただけです。あ、さっきそこにいた人ではなく。違います。新しい人なんだね。はい。5人っていうのはすごく不便なもんなんだな。そうですね。実は私の後ろにも15人くらいの大使が並んでいるものと思っていただきたい。15人。密偵が池田屋の配膳係に扮し、客人の刀を預かりました。脇差しのみであります。なるほど。全ては土方の作戦通りか。ご武運を祈る。この局を乗り越えてこそ新選組が立つ。あれ、土方さんは。新選組の晴れ舞台だ。ここは局長に任せるよ。俺は他にやることがある。分かった、行ってくる。あ、よろしく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 、はい、はい、はいよ。よーきゃー、おしゃらー。わしは坂本龍馬じゃ。今の日本を変えるためには皆で一丸となるほかにゃーぜよ。集まるんじゃ、徒党組むんじゃ、でっかい事件を起こすんじゃ。恩師の刀、どこに向けていいかわからんその力、新しい国のために使え。倒幕じゃ。恩者らが振り上げたその刀、下ろす場所はあそこ、京都御所じゃ。これでよい。
歴史は動かぬ。そしてその時、新選組は名を挙げる。元治元年6月5日、ついにその時は来る。止めなきゃ。打ち入りも焼き打ちも止めなきゃ。山並み、近藤さん、お待ちください。近藤さん、池田に打ち入りだ。行くぞ。池田にはもう誰もいません。なんだと、長州藩士が集結と聞いたぞ。はい、と、それはあっちです。あっちの宿。あっち、四国屋の方が。そうです、四国屋です。だと急遽場所を変更したというのか。はい、おい、はい、後から来る者に伝えろ。わかりました。頼んだぞ。はい、通用した。行けるかも、これで。旦那さん、沖田君、打ち入り場所が変更になったんだって。あっち、四国屋。ご冗談をやめてくださいよ、三男さん。冗談って近藤さんも向かったし。あの方は全く人を疑うことを知りません。え、いいです、先に行ってましょう。いや、あの方ならすごい勢いで間に合うはずですから。待ってよ、沖田君。三男さんも行きましょう。このままでは京都が焼かれてしまいます。我々新選組が長州藩士を倒し未然に防ぐんです。君は人を切りたいだけなんだろう。何を言っているんですか、山並副長。切らないでも話し合えば分かり合えるかもしれないのに。山並副長、あなたはこの時代を生きるべき人ではないのかもしれませんね。それはそうだけど、だからって何もせずにここで見てるわけにはいかないじゃないか。おお、山並副長。誰です？あなたも忘れている。ひどいな、みんな。副長助勤、長倉新八です。では。どうも。山並さん。はい、八番隊組長、東堂平介です。土方さん。いいえ、違います。ここに来てニューキャラの東堂平介です。新選組で一番金持ちだった男、東堂平介です。やっぱり5人っていうのは大変です。京都中京区三条河原町池田屋。追い詰められた勤皇派は京都御所に火災を起こし決起、政権を転覆させるテロを画策。その数約500名。その隙に天皇を拉致し、京都守護職松平容保を暗殺。その作戦を練るべく24名の志士たちが池田屋に集結していた。諸君、我々は京都を追い出され、もはや我が長州藩には後がない。天皇奪回計画、これぞ最終の起死回生を図る計画だ。私は藩のために魂までも悪魔に売る。悪名高かろうと、踏み出せば歴史は動くのだ。そうでなければこの腐り切った国の未来はない。ためらうな。京都御所に火をつけろ。桂さん、もう無理なんですか。もう止まらないのですか。山並み、おい、四国やラストオーダー終わってたぞ。近藤さん、すいません。何謝ってんだ。いや、本当に疑わないな。クソ、長州の奴らめ、我らを翻弄しよって。近藤さん、打ち入りを中止してください。貴様何を言っている。新選組はもう分かってるはずです。もうすぐ国は変わる、時代は動くって。そうか、そうかもしれん。近藤さん、分かってるだろ。だが山並、先のことは分からん。だが確かなことが一つある。新選組がこの国を守る。それがあの人の残した誠の人もした。誠。局長、ここにおられましたか。みなそこで待ってますぞ。おー、東堂君、やはりそちらであったか。いや、すまんすまん、そっちだと思ってたんだ。今行く。東堂です。お、東堂君。長州藩は大義のために国を変える、新選組は誠のもとに国を守る。やっぱり俺なんかには止められるわけがないのか。歴史は変わらないのか。新選組の大使たちは合流し、河原町通りを北に向かった。池田屋に打ち入りした大使は5人とも10人とも言われているが、いずれにしても局長の近藤と3人の副長助勤、沖田、長倉、東堂の名が上がる。時は猪国、午後10時。これより切り込む。一度新選組の名乗りを上げろ。一人も逃すな。はっ。御用を改めてござる。新選組局長、近藤勇。同じく副長助勤、沖田総司。副長助勤、長倉新八。副長助勤、東堂平介。手向かいたすにおいては容赦なく切り捨てる。一度刀を引け。
京都守護職新選組だ。いやあ、いや、新選組は池田屋の庭先から入り、悠々と応答を上げて上がり込む。応答には錠前がしてあったが、新選組の密偵によってすでに外されていた。これに驚いた池田屋の主人宗兵衛は叫ぶ。鬼会の方々、お役人の旅客改めでございます。近藤は宗兵衛を力任せに殴り倒し、志士たちのいる2階への階段を上る近藤と東堂。その中で1階での騒ぎに1人だけ気づいた者がいた。土佐の北添吉馬である。御社らは一体。あっという間に切られた北添。彼の時世の句はこうだった。この芝居、切られて死ぬの3回目、出番ないよりマシだろう。東堂はさらに奥の前と進む。ようやく事態を飲み込めた志士たち、しかし刀を取ろうにも太刀はなし、やむなく脇差しを抜く。副長助金東堂平助、やっと活躍の場が与えられた。倒幕の志士を神妙にしろ。一つ人の生き血を。かっ、引っかかってしまった。室内では太刀は天井に使え、脇差しの方が有利であった。が日ごはん、宮部定蔵は部屋にあった木刀をつかみ叫ぶ。みんな逃げるまい。戦う場所はここじゃなか。命は烈風の意にするまい。逃げ切れるものか。二つ宮部さん。しかし東堂平助、眉間に刀を受け重傷を負う。なんで強い、さすが宮部さん。志士たちはその隙に2階の窓から飛び降りる。しかし中庭には長倉新八が待ち受ける。来たな。私には芹沢局長からいただいたこの技がある。いやーいやーいやーなー、もう死なないぞバカ野郎。俺はな、77歳まで生きた男だ。すげえなあいつ。その頃、1階では沖田総司と宮部定蔵が再会を果たしていた。沖田君、宮部さん。止まれ宮部殿。君はまたお会いできました。沖田君、わしをどうする。捕らえるか、それとも切るか。宮部殿、今日こそ行ってご教授いただきます。面白か男は。よかばい。宮部殿、それは木刀では。軍学士さんの名は伊達じゃなか。木刀でも構わん。来いよ来た。はい。沖田総司と宮部定蔵、互いに剣豪として世に名を知らしめた二人の対決が今始まる。宮部定蔵45歳、片や沖田総司22歳。親子ほども年の離れた国を代表する剣豪の対決だった。その頃2階では近藤勇が一人奮闘する。桂小五郎惨めなり。計画は無残に散り、さぞ肩を落としていることだろう。悪いが、歴史はまだ動かぬ。この国を守るため、貴様ら逆賊はここで倒れるのだ。逆賊だと？この腐った国の旗を持つ貴様らこそ逆賊だ。貴様ら新選組はこの動乱の世を変える流れをせき止める。まるで川の真ん中に建てられた堤防だ。しかしどんなに強靭な堤防でも力のある川の流れには勝てぬ。脆くも崩れる運命にあると、なぜ気づかぬ。黙れ桂。その言葉、将軍様も愚弄するぞ。もとより倒幕の志士、今さら何を言わん。ほざけ。獅子側と太子側の頂点対決、くそ、止まんないのかよ。どっちかが勝ってどっちかが負けるなんて、そんなの。桂さん、近藤さん。その頃、またかよ。宮部定蔵と沖田総司の戦いが終わりを告げた。宮部さん。見事だよ、沖田君。いいえ、宮部殿。沖田君、木刀でなければ私は血を吐くどころではなく、すでに切られていた。負けです。私の初めて実戦で負けました。さすがです、宮部殿。沖田君、君こそ真の剣士。今日立ち寄ったことは決して誰にも他言することなく。君は
学者宮部帝蔵を破った男になるまい。宮部殿。宮部さん、わしは囚われるわけにはいかぬもの、このまま獅子として生かせてくれ。宮部殿。宮部さん、なぜです？どうして自分で死ななければならないんですか？吉田君、時代ばい、わしらは戦いの時代に生きた。その思いは平和な時代のもんにはわからなかった。宮部さん。宮部貞蔵、享年45歳、池田屋事件において唯一自らの刃に散った男だった。沖田君、もう休め、もう戦っちゃダメだ。サナさん、僕はもうボロボロじゃないか。それ以上動いたら君まで死んでしまう。いいえ、三男さん、僕は武士です。戦わなければ死んでしまう。ですが、さすがに疲れました。胸に穴が開いたように苦しいです。ちょっとだけ休みます。起きた。起きた掃除は吐血し、その後昏睡。この戦いが結局彼の死を早める結果となる。沖田君は倒れ、宮部さんは死んでしまった。俺は何もできなかった。何もできないし、何も変われない。ダメだ、全然ダメだ。俺のアルバムには誇りも信念もない。生まれた時代でこうも違うもんなのか。あんなにだらしがなかった新選組が今や国のために戦ってる。長州の人の大義には一点の曇りさえない。俺はダメだ。俊太郎に桂さんを頼むって言われたじゃないか。頼む、桂さんを殺さないでくれ。俊太郎、俊太郎か。勝手に外国と条約を結ぶ幕府こそ朝敵ばい。この宮部貞蔵、力を貸すばい。宮部さん、でも死んでしまったら何にもなりませんばい。我らの大義は国を救うこと。よく思い出せ、そのために我々が何をなすべきかを。桂さん、俺には日々何をすべきか、それがわからないんですよ。山並み、確かなことが一つある。新選組がこの国を守る。それが誠だ。近藤さん、誠って何です？どうしてそれに命を懸けられるんですか？間違ってるかもしれないでしょ。新選組に次ぐ、俺は歴史のステージに過ぎん。貴様らが歴史に名を刻め。芹沢さん、あなたは何を思い新選組を作り、そして散ったのですか？三男さん、平和を願う新選組として、天下を狙う長州浪人は根絶やしにするべきなんですよ。沖田君、俺は君のことをずっと危険なやつだと思ってた。でも違う。一番危険なのは何の信念もない俺だ。吉田、俊太郎、桂さんは俺が守る。それが俺の大義だ。俊太郎、その大義ってなんだよ。誠ってなんだよ。そんなに重いもんなのか。俺の誠は、俺の大義は。長州藩勤王の志士たちよ、池田屋に行っちゃいかんぜよ。気持ちはわかるが、御社らが次につなげていかんと計画自体が無駄になる。今は耐えるんじゃ。池田屋に行っちゃいかんぜよ。これでなんとか援軍は立った。しかしあれから2時間、まだ終わらんか。無事とは思うが、近藤さん。さすがなら、脇差しでそこまでやると。桂小五郎、強い。まだ立ち上がるか。何度やっても同じだ。所詮は田舎道場ので、我が連兵官新藤無念流にはかなわぬ。近藤さん。いや、坂本殿。なんというざまだ。
新選組局長ともあろうお方が内緒にしておいてくれ。記録には無傷だったと書いておいてくれ。無論当然だ。歩けるか。大丈夫だ。土方、局長命令だ。死ぬな。はい。話が飲み込めん。これは一体。桂、御社大義じゃったの。坂本殿。坂本龍馬、志士たちはこの者の名前に憧れ、何人も虚像を作り上げる。一人は千葉道場の剣の猛者、一人は海軍参謀勝海舟の申し子、一人は亀山社中の創立者。一人の男がこうも名を馳せることが可能だったと思うか。時代の歪みが大いなる偉人を作り上げる皆、幻をあがめているんだよ。坂本殿が偽物だと。坂本龍馬は偽物を含め何人もいる。本物10人、偽物10人。いや、もしかしたら全部偽物かもしれんな。本当のことなど誰にもわからんわ。そのうちの一人がこの私、新選組副長、土方歳三。じゃじゃーん。かっこいい。かっこいいの、坂本龍馬という男は。気分じゃった。ふざけるな貴様。我々を愚弄しよって。土方歳三、剣の実力もない者が剣士を前に講釈するな。桂、来るぜよ。このまさか貴様。どうした。大方土方歳三は剣が弱いとでも聞いていたのか。この作詞めが。これからの時代、戦は情報を動かした者が勝つのだよ。桂小五郎、倒幕の陰謀を確かに改めた。これで大義名分が立つ。待ち焦がれたぞこの時を。新選組の大義として貴様を斬る。やめてください。吉田、来てたのか山並み。土方さん、桂さん、お願いです、やめてください。何をしに来た吉田。いたさ、もう二度と私の前に顔を出すな。これでもう最後です。桂さん、お願いです、逃げてください。何を言う。私はもう止まらん。君が逃げろ。それでは意味がありませんよ。桂さん、その傷ではもう無理です。全て承知。私は長州志士、生き恥は耐えられぬ。潔く散ることこそ大義である。山並み、今までどこへ行っていた。土方さん、私は。いや、もうよい。今まで姿が見えなかったのも逃亡とみなす。新選組の大使として指導に背く者は切腹である。切腹。そうだ。いや、今一度君に機会を与えよう。新選組の大使として、今ここで桂の首見事取ってみせよ。そんな、私が。何を躊躇している。幕府転覆を図る重罪人、桂小五郎であるぞ。切らなければ誠の文字に恥じて腹を切れ。そんな。逃げろ吉田。切れ山並み。何をしている。早く逃げろ吉田。桂さん、俺は吉田じゃない。まだ分からんか山並み。土方さん、俺はバカです。あなた方のように誇りも信念もなく歩く先だって見えません。でも
あなた方もバカです。すぐ死ぬ、すぐ斬る大義な誠だって。長州藩の大義は死ぬためにあるんですか？誠って殺すためにあるんですか？貴様もういい。どけ吉田。桂さん、逃げの小五郎いいじゃないですか。逃げてその後立派に役目をこなすこと、それこそ大義なんじゃないんですか？大体俺を逃がしてかっこよく死のうなんて無駄ですよ、無駄。だって俺なんて何にもないんだから。毎日どうでもいいこと考えて、どうでもいいことしかできなくて、毎日何もないですよ。土方さん、あなたももうがっかりさせないでくださいよ。あなた方はすごいんだから、俺なんかよりずっとずっとすごいんだから。簡単に死んだり殺したりしないでください。黙れ山並。貴様いつまでうつむいているつもりだ。まだわからんか。新選組の誠とはこの国の歴史、天下太平を守ることにあるのだ。そんな考え170年後にはもうないんですよ。そんなこと俺に言われたってわかんないっすよ。大義とか誠とか都合のいい使い方ばっかり。そんな考えで人を殺す理由探してるんですか？死ぬ意味探してるんですか？そんなんじゃないでしょ。大義とか誠とかってもっと大きなもんなんじゃないんですか？がっかりさせないでくださいよ。あなたたちはすごいんだから、みんなすごいんだから。山並、切れって言わないでください。土方さん、お願いだから俺に切れって言わないでください。俺自分に甘いから。それで何かやり遂げた気になっちゃうの分かるから。逃げろって言わないでください。桂さん、お願いだから俺に逃げろって言わないでください。俺自分に甘いから、また逃げちゃうから。また逃げてまた何もなくなっちゃうから。ここで踏ん張んないと俺の大義見つかんないから、お願いします。山並、もう待てぬ、そこをどけ。土方さん、土方さん、新選組は英雄です。桂さん、これだけは間違いないんです。国を変えるのは薩摩と手を組んだ長州藩です。あなたは一度ここで死んだ、そう思ったらくだらない体裁捨てて何でもできるはずです。桂さん、逃げろ。山並、貴様、うわ、わかった。君の大義確かに預かった。土方、私は死ねんよ。逃がすか、勝つな。くれ、おい、どけ。どかんか。くそ。出会い出会い。桂心が逃げた。捕らえろ。よく見ていろ。我々新選組の誠、必ず歴史に名を残す。その後、池田屋事件を逃れた桂小五郎は薩摩と明治維新を成す。
吉田利麿も教科書には名前が残らない。吉田利麿は池田屋にて京都焼き打ちの首謀者として討ち死にに。歴史にもしはないが、もし吉田が桂を逃がさなければ、その後の薩長同盟も明治維新もなく、その後の日本も今とは違ったものになっていたのかもしれない。明治維新後まで生きていれば、日本最初の総理大臣は伊藤博文ではなく吉田利麿がなっていたであろうと言われる人物だった。享年25歳。また本物の山並圭介は勇敢で優しく誇り高い武士であったが、不思議なことに副長職に就きながら新選組が活躍した数々の記録に彼の名はなく、謎の行動を伴う。また土方とは常々馬が合わず、自ら局中ハットに背き脱走、切腹となる。解釈人は沖田総司であった。享年33歳。そして新選組はその後おのずから破滅の道を歩み、近藤は新政府軍に囚われる。下総の国流山、慶応4年4月25日、逆賊として名誉の切腹も聞き入れられず、打ち首にて没。その首は京都にさらされることとなった。享年35歳。同年千駄ヶ谷、近藤の死も知らされず結核を患い床に伏せていた沖田総司。土方さんからいただいた薬も尽きたか。近藤さん今頃どうしてんだろうか。あれ、また来たのか、あの黒猫。彼は愛刀菊一文字を手に縁側に出た。神妙にしろ、私は新選組だぞ。一番体組長沖田総司。あれ、数々の獅子を切ってきた沖田だったが、最後は猫も切れなかった。慶応4年5月30日、没。享年27歳。カットはい、お疲れお疲れお疲れさん。いや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 、伊能ちゃん。はい、よかったよ。 ありがとうございます。おお、黒猫役の君もよかったよ。あ、にゃあ、あ、にゃあ、ええ、おー、伊能ちゃん。はい、今度の大銀河ドラマ、君に役を作ろうかと思ってんだ。本当ですか。あ、ちょい役だけどね。でも必ず見せ場作ってあげるから。はい、考えといて。はいはい、じゃあ次のシーンいっちゃいましょう。土方が船に乗り込むシーン。はい、急いで準備して。ありがとうございました。やったじゃん伊能。俺やった、すげえ、俺やったたよ。よっしゃ、俺もやるわ。お、やるって？国を守る。あ？なあ、総理大臣ってどうやってたらなれんだ？え、ま、選挙じゃないですか。よし、じゃあまずはお前、俺に一票な。いや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 、そんなんできるわけないじゃん。あ？分からんぞ。歴史は変えられないけどさ、うん、自分の未来は変えられるんだろ。なんたって俺さ、人世の歌方の夢で一度死んでんだよ。一度死んだと思ったら何だってできるさ。一度死んだと思ったらか。なあしげ、その夢のラストっちゅうのはどうなったんだよ。ああ、ドラマとは結構違うぞ。だからいいんだよ、何が本当かを考えるのがさ。俺の夢のラストはね、最後まで新選組として戦うことをやめなかった土方歳三が船に乗って北海道に向かってるんだ。そこで俺は市村鉄之助っていう人間だった。
よう、鉄之助。土方さん。北の方はやはり冷えるな。ええ。もうすぐ北海道ですね。蝦夷地に新しい国家を構え、新政府軍と戦う。夢のような話です。夢か。ええ。鉄之助。函館に着いたらお前はもう一度船に乗り、帰れ。え？なぜです？なぜ私だけ？この戦、勝てぬ。お前は帰り、私の手紙と遺品を家族に届けてほしい。土方さん。夢を見たのだ。夢ですか。白き薬は銃の時を遡り、黒き薬は銃の時を超える。黒き薬。170年後の人世の歌方の夢を見た。そういや、土方さんはもともと薬屋でしたよね。そんな薬があるんですか？あるといいな、鉄之助。なんです、思わせぶりな。あ、でも、どうして170年後なんです？昔の隊員で一人、170年後を語る者がいてな。彼はあの、薩長同盟を締結させた影の立役者だ。坂本龍馬ではないのですか？違う。偉大な事件は皆、坂本龍馬の功績として歴史に残る。時代が必要とした英雄は一人でいい。だが、本当に偉大なのは、名も残らぬ者たちだ。はい。土方さん、まだ戦うんですか？あ、私は新選組として、たとえ最後の一人になっても戦い続けなければならん。そうでなければ芹沢さんや近藤さんに合わせる顔がないからな。それと桂との決着もまだついてはおらん。そうですか。冷えてきた。先に入るぞ。はい。土方さん。その後、土方歳三は北海道に蝦夷共和国を誕生させるが、新政府軍に攻め込まれる。明治2年5月11日、北海道函館にて土方歳三銃弾に倒れる。市村鉄之助に託された彼の遺品は1枚の写真と数本の髪の毛だった。享年35歳。なお、これにて新選組の活動は全て停止する。明治維新越えで続いた戊辰戦争も終結。薩摩、長州を中心とする明治政府により日本は変わり、近代化の波に乗る。がしかし、最後まで国を守るために戦った新選組は。近藤さん、不定浪士です。切りますか？おい、今宵も虎徹が血に飢えておる。引っ込んじゃ近藤、俺がやってやる。芹沢局長。芹沢さん、一緒に来てくれるんですか？ずるいんだよ、お前たちばっかり。俺にも活躍させろ。皆で行けばよい。近藤さん、大きく名乗りを上げろ。わかった。京都守護職新選組だ。彼らの活躍は時を超え、今なお広く語り継がれる。
本日のご来場誠にありがとうございました。失い続けてしまうアルバムは終演いたします。劇場内にお忘れ物のありませんようご注意くださいませ。なお終演後もロビーにおきましてルーザー失い続けてしまうアルバム公演グッズを販売しております。ご観劇の記念にぜひともお立ち寄りくださいませ。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。ありがとうございます。いや立ってるいやすごいですね。すごいですね。はい、しばらく見てていいですか本当にトリプルカーテンコールまでいただいてありがとうございます。それではせっかくなので一人一言ずついただきたいと思います。皆さん座って大丈夫です長くなっちゃうんで、はい、ありがとうございます。じゃあカブ、はい、本日はご来場誠にありがとうございました。芹沢鴨、古高俊太郎他を演じさせていただきました鴨本秀明です。大千秋楽はなんと、まあ、中継までもしていただいてて本当に感謝感謝であります。この劇場に足を運んでくださった皆さん、そして応援してくださった皆さん、そしてこの作品に関わってくれたスタッフの皆さん、本当すべての方に感謝したいなと思います。無事に大阪まで10公演ですかね、怪我なく終えられたことにちょっとホッとしております。これからも僕らはお芝居を続けていきますので引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。皆様本日はご来場誠にありがとうございます。沖田総司、そして桂小五郎などなどを演じました木之本峰博でございます。無事に終えることができてすごくほっとしております。こんな素敵な座組に参加できたことを本当に光栄でございます。そして、これを見に来てくださったお客様、そしてこれを中継で見ている方々、本当にありがたい限りでございます。ちょっとほっとしてますね、やっぱね、ほっとしますね。いいですね。とりあえず無事に終わって本当に何よりでございまして、これで結べたんだなと思うとハリーポッターもほっとしてるんじゃないでしょうか。それは置いといて、本当に楽しい演劇でした。またこんな楽しいことできたらいいななんて思ってます。はい、本日はご来場誠にありがとうございました。ゆうごくん、言えるやつでお願いします。はい、皆さん、本日はありがとうございました。元気だな。で、警備員の皆さんも、本当ご苦労様です。ありがとうございます。警備員なのかな。警備員を演じてくださり、誠にありがとうございます。まさかの演者なんですいや本当にここまで走り抜けてこれたのもお客様の応援、そしてスタッフさんの応援、そして僕たちの力だと思っております。いや本当になんか、いろいろありまして、途中ねアドリブとかもどんどん増えていったり、でそれを減らしていったり。お前だよ
主に私なんでございますけどもね、本当に磯の里を演じれてよかったなって思いますだけなの、はい、そこだけ、はい、やっと千秋楽にして痩せることができた磯の里、はい、一体この先どういう生き方をしていくのでしょうか、続きはですね、次回作、磯の里東海道中膝栗毛にてよろしくお願いしますはい、皆様本当にご感激本当にありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。はい、土方歳三ほかを演じました鈴木弘樹です。本日はご来場誠にありがとうございます。そして、ルーザーを応援してくださった皆様本当にありがとうございます。本当に素晴らしい作品に関わることができて幸せに感じております。じゃあちょっと最後の力を振り絞って短めにいきますね。よーきーおじらールーザー2019どうじゃったかのありがとうございますちょっと照れてんじゃんかわいいな、うん、ほんとそう。はい、では、しげ、吉田としまろ、山並圭介、役人 A、 死刑囚、もうほんといろんな役で演じさせていただいて、アドリブとかね、いろいろ楽しみながらやってたんですけど、なんか大丈夫だったのかなでも本当に稽古場からそうですけど、このお客さんのやっぱり熱だったり笑いだったり、その音があるおかげで僕らもなんかこうアドリブできますし、その舞台にも立てるっていうのが本当に感じました。で、このルーザーを通して、本当に素敵な作品に出会うことができましたし、チームナックスさんにも感謝してます。もともとチームナックスのルーザーを見た方もこう話を聞くと喜んでくださってる方がいるっていう言葉がすごく僕にとっては嬉しくて、プレッシャーがすごく実はあって、でも初めて見る方もいるから、その初めて見る方ともともとルーザー知ってる方が一緒になって新しい作品を楽しんでもらえたらなと思って、やってきました。今日でも終わってしまいますが、もしまた、チームナックスさんの物語ができるとしたならば、この5人で、またやりたいななんて、そんな夢を持つこともできましたし、それを感じさせていただいたのも、皆様の応援があってこそです。本当にありがとうございました。また、DVD でこれが見れるということで、ルーザーロスがもしねあったら、DVD で見ていただいて、メイキングでねすごいところも撮ってたりもするので楽しみにしていただければなと思います。ニコ生の配信の方もありがとうございました。今日で終わりますが、また皆さんと会える日を楽しみにしています。ありがとうございました。それでは、よう聞けよおしゃれやりたかったなんの風なんどうかしてるぜそれでは本日までのご来場誠にありがとうございました。
をもちまして、ルーザー失い続けてしまうアルバムは終演いたします。劇場内にお忘れ物のありませんようご注意くださいませ。なお終演後もロビーにおきまして、ルーザー失い続けてしまうアルバム公演グッズを販売しております。ご観劇の記念にぜひともお立ち寄りくださいませ。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。